もぐ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 はいもぐ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 はいもぐ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 はいもぐ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 はいもぐ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 はいもぐ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 はいもぐ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 はいもぐ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 はいもぐ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 はいもぐ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 はい Mog, 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 mog. Hi, 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 mog, 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 mog. Hi, mog, 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 mog. Hi, mog, mog.あー始まったやばいめっちゃ喉だった始まった始まったやばい聞こえた聞こえ分からんどうだろう聞こえてるかななんだよかったまあ始まりましたはいどうもこんばんは音聞こえてますか聞こえるみんなどうも今回はねスバオカ初めての並走企画ということで僕さ並走って初めてだと思うんだけどスバルちゃんってやったことある並走はね、なんか一回やったな、うん、なんかそれこそなんか2時3時さんとの企画で並走したけど、あれはリレー式の並走だったから、はい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 、全く記憶がない。なるほどね。うん、マジでポケモンは本当にほぼ初ですね。うんうんうん、なるほど。じゃあ僕もポケモンそんなにめっちゃガチガチに。うん、詳しいわけじゃないし、スバルちゃんもそんなに、あれなんだよね。うん、アニポケ、でも一緒に見たじゃん。アニポケは見たね。アニポケは一緒に見たね。いや、なんだったら、おかゆに、ゲンガーの回見せられて、スバルがアニポケにハマったまである。あ、そうだったんだ。そうだよ。ゲンガーが言う、なんか、サトシが幽体離脱する回があるから見ようっていう。あ、そうだわ。それで、そっか。見てポケモン面白いってなってはい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 でたけしの回見てハマったじゃんいやなんかさやたらスバルちゃん最近アニポケ見てるなとは思ってたんよそう僕のせいだったんだあれそうだよ知らんかった君がゲンガーを勧めたからまあ、あ元はといえばねユナイトでゲンガーが無双してたところから始まるんですけどねそうだねそれでねゲンガーの生態が気になってね一緒に見たんだよねゲンゲロゲンゲンゲンゲロゲン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 ガーってゲンゲンって鳴くのみたいなそうだわそれでなんか見てったらなんかヒバニーをなんかバンスバンスって泣いてるしそうだそうだそうおもろくなってハマっちゃったんだよねそうだ、まあ、そんなこんなでねスバルちゃんもポケモンにハマってっ、まあ、僕もポケモンはねすごい好きだったから今回の新作が出たら一緒に並走したいねって話をしててついに当日がやってきてしまったって感じなんだねこれがやってきましたねもうねなんかもう変な汗今なんか何にもしないけどすごい汗かいてるポケモンってさ初めて実況するからなんか緊張すんだけどわかる？いやわかる僕もね全然ポケモンの配信やったことないから、うん、そのどんな感じで進めていけばいいものかなっていうこう迷いというかそういうのはあるよねやっぱりさっきさ一緒にタイプ相性表ちょっと見たじゃんそう見たね見ててさなんか
え、何防御側のポケモンってどっちみたいな話がね。そう、どうやってこの相性表見りゃいいんだって言ってね。そうそっからね、始まってるんですね。そうだよ。まあ、よろしくお願いします。やばい、OBS 切れたん。え、大丈夫。あ、スバルちゃんの回線がそもそも切れたんだが。あ、でもね、今ね、戻ってきた。あ、大丈夫。あれ緑なんだけど。大丈夫か。なぜに。ちょっと幸先がやばいやばい、ゲンゲンの呪いかもしれん、たたりめかもしれん。確かにゲンゲン人間のこと幽体離脱させるからな、マジで。そうだよ、ちょっとね、ノリでね、幽体離脱させてたからな。軽いノリでな。そうだよ、ゴースゴースって言って、あそこちょんって。じゃあちょっとね、戻ったね、今日のね、企画の説明しますが、このままじゃポケモン談義になりかねん。そうだね。では、はい、本日の企画というか、その、うん、まあ、ルールじゃないけど、そういうのを説明していこうと思います。はい、まずですね、今回何をするのかというと、スバルちゃんと一緒に殿堂入り、うん、クリアした後にその殿堂入りしたメンバーでお互い、うん、こう戦おうという企画なんだよね。おー、あ、ちょっと待って、なんかプツプツ、もしかして。お、大丈夫か。音めっちゃ飛んでるらしい。なんで回線があまり良くないのか。出たよ、この500ぐらい回線速度出てんのに謎にプツプツする現象。まあわかる、あるよね、そういう時ね。大丈夫か。あ、今大丈夫。今は大丈夫かな。全然いくらでも時間あるぞ。大丈夫、ね、スバルの声質が悪いとかそういう問題じゃなくて。地声がブツブツしてる。あ、今治ったみたい。よかった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 。じゃあ引き続きね、説明をしますね。はい、まずはそう、あの殿堂入りをした後に、殿堂入りしたメンバーで、うん、まあ、最終的にはスバルちゃんと僕一緒に対戦しようっていうのが、まあ、一番メインの企画ではあるんだけど、もちろん殿堂入りするまで結構長い道のり、そのクリアを目指さなくちゃいけないわけだから、うんうん、クリアするまではお互いのペースで物語を進めて殿堂入りを目指していきます、うん、で今回はスバルちゃんと3時間約3時間くらい並走するんだけど、はい、まあ、明日以降は、まあ、お互いのスケジュールの都合でね、どうしても毎回並走するっていうのは時間を合わせるのが難しいので、うんうん、お互いのペースでクリアを目指していこうと思います。はい、なのでね、みんなね、おかえのチャンネル登録、そしてつばるのチャンネル登録してね、はい、いっぱい行ったり来たりしてね、見てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、なので今日はとりあえず、まあ最初のスタートダッシュは一緒に切りたいよねってことで、3時間一緒に今日は並走していきます。はい、でさっき打ち合わせしてる中で、まあ、3時間並走するんだけど、残りの、まあ、2時間半ぐらい遊んで、もしお互いに対戦できるような環境になってたら、その対戦ちょっと今日やってみたいねって話をしてたんだよね。レベル5ぐらいの泥試合をしたいと思います。で絶対もうちょっとレベル上がってると思うけどね。いや、わかんないじゃん、どうすんの、みんな進化前の赤ちゃんみたいな。まあそれはあるかもしんないけどさね、まあ、そしたらちょっと今日は赤ちゃん同士を戦わせていこうかなっていう感じかな。ピカチュウが泣きながらビンタするみたいな、あの映画みたいになるかもしれない。あー、ミュウツーの逆襲ね。あ、そう、ピカピカ、かわいそう。みんな号泣しながら見ることになっとるかもしれない。まあでも、もしかしたら今回あのブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールの仕様だったりとかを僕たちは初見で遊ぶからわからないから、もしかしたら2時間半プレイした時点ではまだ通信解禁されてないよとかだったら、まあ今回はなしで、対戦はなしでやっていこうと思います。はい、まあざっとね、こうざっくりとしたルールはこんな感じなんだけど、うん、まあ一番大事なのは、まあ、僕とスバルちゃんはどっちともあんまりポケモンに詳しいわけじゃないので、うん、はい、まあ、視聴する際にはね、どうぞお手柔らかにコメントの方お願いします。おい、聞いてるか。おい、聞いてるか、みんな。常にそのみんな心にポケモン愛を持ってこの配信を見てくれ。ポケモンは数字じゃないんだ、わかった。頼んだ。まあ一番大事なのはね、僕もスバルちゃんもまあ好きなポケモン、使いたいポケモンを使って、まあ楽しくゲームをしていくっていうことが最優先の上での、まあ対戦企画という感じになるので、ぜひそのあたりはよろしくお願いします。お願いします。ちょさ、最初にさ、初期ポケだけ何選ぶかだけさ。あ、そうだ、え、スバルちゃんなんかポッチャマすごい
いや、あんまりみたいな、使う予定はないみたいな、さっき言ってなかった。ないんだけど、スバルは正直ナエトル一択だったのね、うん、はい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 、ナエトルが一番可愛いだろって思った。ヒコザル好きなのかと思ってた。いや、ヒコザルも好き。なんかヒコザルはアニメ見てて、うん、豪華ザルになるじゃん、うん、あ、そうだね、そうなってたから、なんかいいなと思って好きなんだけど、うんうん、でもナエトルが一番可愛いじゃんと思ったんだけど、で、スバル、はいはいはい、ポッチャマはなんかすごいみんな好きなんだけど、うん、ちょっと申し訳ないことでスバルには全く刺さらなかったの。でもさ、ポッチャマってちょっとさ、初期スバル味あるような気しない？ないよ、お前それ両方に怒られるからやめとけ。ポッチャマワンボンってくるよ。なんか、ポチャポチャポチャシューマーシューマーみたいな。ちょっとシナジー感じるけどね。え、なに、同族嫌悪だったってこと、スバルがポッチャマを愛せないの。なんかそんな気するけどな。いや、じゃあ、うん、いや、わからんけど、じゃあポッチャマ、スバル、ポッチャマにして、うん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 、殿堂入りするまでにスバルがポッチャマを愛せるようになるかっていう。あー、その検証も兼ねて、じゃあスバルちゃんは ポッチャマを選択するってことね。ポッチャマ似てるけどな。いや、でも本当にちょっと気になってる、なぜポッチャマがみんなに愛されているのか、すごく気になる。いや、可愛いからじゃない、あのポチャポチャポチャみたいなのが。いや、もうそれは諸説よ。いや、スバルちゃんが愛されてるのも、シューバー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 。おい、諸説だって言いたいのか、お前、スバルが。お前、LINE 来いよ、それは。他にはないっすか。僕は、前にさ、普通にリメイクの前に、このダイヤモンドパール遊んだことあって、あんまり覚えてないんだけど、うん、その時に確か、ポッチャマかナエトルを選んでたから、使ったことないヒコザルを今回は使ってみようかなって思ってる。うん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 。ヒコザル？ヒコザル。ヒコザルはね、いいよ。ポッチャマも可愛かったけどね。ポッチャマもね、可愛いんだけど、まあ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 、とりあえず、あ、じゃあスバルはポッチャマで、うんうん、おかゆはヒコザル。そうだね、選択しようと思います。Okay、じゃあ、じゃあやってきますか？やってきますか？で、ここからは、まあ、お互い通話を、一回ね、切ってやるんだけど、まあ、スバルちゃんが、もしね、もしだよ、本当に、ああ、もうわからん、積んだってなった時に、うん、僕にね、こう、お助けアシストみたいなのができるように、通話はミュートにお互いしたまま進めていこうと思います。はい。なので、まあ、なんかちょっかいかけに来たりっていうのはあるかもしれません。確かに。まあね、何がどうなるかわからない初回ポケモンなんでね。そうだね。皆さん、ゆるく見てください。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、じゃあ、スバルちゃんまた、何時だ、?10 時半頃かな ?10 時半頃にまた、一旦連絡するね。OK。OK。じゃあ、健闘を祈る。あいさー。はーい。バイバーイ。はい。ということで、ここからは、ポケモン、まあ、ソロでちょっと進めていこうかなと思います。では、ヒュン。おー音聞こえてるかな？チュリンチュリンみたいな。チュリン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 みたいな音聞こえてる？よし、この、好敵士と書いて、ライバルと並走しながら遊んでいこうと思います。めっちゃ楽しみー。ひらがなでもいいような気がすんだよね、これ。漢字とひらがなってことだよね。ひらがなでいくか。よし。ひらがな。漢字は設定でいつでも変更できます。はい。ひらがなでいきますよ、僕は。もうちょっと後上げようか。こんなもんでどうかな？あ、うむ、よく来た。ポケットモンスターの世界へようこそ。あー！なんだっけ？七かまど。そうだー！なっこんなもんでどうかな、みんな。私の名前は七かまど。ちなみに僕はダイヤモンドパールのパールの方を当時遊んでたので、今回シャイニングパールにしたんだよね。おー、みんなからはポケモン博士と呼ばれておる。懐かしいめっちゃ懐かしい。ちょっと BGM OK。 OK、 じゃあちょっとだけ下げようか。こんぐらいでやっていきましょうかね。
ワイもパールだった、私もパールでした。いいね。縮めてポケモンと呼ばれる不思議な生き物が至るところに住んでいる。ゴンベだ、懐かしい。そうだ、最初ゴンベ出してたような気がするね。我々人間はポケモンと仲良く暮らしている。一緒に遊んだり、力を合わせて仕事をしたり、そしてポケモン同士を戦わせ絆を深めていったり。で、私はそんなポケモンたちのことを詳しく知るために研究しているのだ。さて、そろそろ君のことを教えてもらおう。あ、あなたの写真を選んでください。でもこれはやっぱり思い出補正もあって、このあれかな、見た目の子にしたいね。ちょっとね、自分でプレイしてた時も光を選んでたんで、今回はちょっとこれでいこうかなと思います。あ、名前決めていいんだ。じゃあ、おかゆでやっていきましょう。おかゆさんだね。はい。あー、すごい楽しみ。ふむ、おかゆというのか、いい名前だ。ありがとうございます。ゴンベ欲しい。お、こっちの少年は君の友達だったな。彼の名前も教えてくれ。あ、ひさし、そうすけ、あきと、のぞむ。あれ、なんか当時遊んでた時はこの子じゅんって名前じゃなかったっけ。ひさし、そうすけ、どうしよっかな。この子をすばるちゃんにしない方がいいのかな。いいよね、すばるでも。どうしよっかな。全然すばるちゃんでもありな気がするんだよな。すーばー、そうだよね、じゅんって名前だったよね。じゃあじゅんとすばるを合わせてジュバルにするか。それがなんかさ、僕的にはこの子ってジュンのイメージなのね。だからジュンとスバルの間を取ってジュバルにしようか。ジュバル、ラリール、ジュバル。ジュバルだな。それで合っているか。はい、ジュバル。おかゆ、これから君だけの物語が始まる。そこで君は様々なポケモンや多くの人に出会い、何かを見つけるだろう。さあ、ポケットモンスターの世界へ、レッツゴー、行きまーす。ジュバルってポケモンいそう。なんかジュカインとかジュプトルとか。あー、すごい。結局のところ創作隊の努力も虚しく、珍しい色違いのポケモン赤いギャラダスの姿は一目目撃することさえできなかったのであります。あったね、ギャラドス。この湖にいる赤いギャラドス。すごというわけで、特別番組赤いギャラドスを終え、全国ネットでテレビことぶきがお送りしました。ことぶきタウン夏。あ、うわー、 BGM めちゃくちゃ懐かしいな。パソコンをチェックした。この世界ではポケモンと人が一緒に暮らしています。テレビの電源は消してある。スイッチになってるよ。当時これ何だったんだっけ。 DS 置いてあったんだっけ。 Nintendo Switch がある。最新型のゲーム機だ。あ、ひらがなにして正解だったかもね。ひらがなめっちゃさ、あれだわ。あ、すごい。当時の感じを思い出すけど、ベッドに入れるんだ今作も。 X ボタンを押すとメニューが開ける。あ、ほんとだ。1階に行こう。目的下に書かれんの？レポート一回取っとこっか。はい。早速ね。よーし。Wii が置いてあったんだっけか。懐かしい。ちょっと設定でさ、話の速さ早いにしておいて、ウィンドウ変更できますよ、皆さん。ウィンドウちょっと変更しちゃおっかな。これ最初に変更しないと後からさ、なんか初期のやつしかもう認められなくなっちゃうから、こういうのは最初に変えた方がいいよ多分。どれにしよっかな。これ結構初期っぽくていいけどね。でもこういうのも可愛いし、悩むな。ピンクにしとくか。はい。ね、細かいとこまでおしゃれだよね。でも前からフレームみたいなのは変えれたような気がするな。あ、なんかラッキーの、あれなんだろう、コンテストかな。おかゆ、
さっきジュバルくんがあなたを呼びに来たわよ。ジュバルくん、オートセーブ切った方がいい？オッケー、ちょっと待って。オートセーブは設定のところからでよかったかな。どこどこ、あ、ここかな。ジャイロセンサー使う。一部の場所でジョイコンを傾けて操作するか選べます。いつ使うんだこれ。これか、お任せレポートはしない。通信対戦でポケモンのニックネームを出すか選べます。出しとこうか。なるほど、じゃあこれでお任せレポートはしないにして、オートセーブでたまにバグで積んじゃう。あ、それ困るね。じゃあこれでいいかな。ジャイロどこで使うんだろうね。で、はい、じゃあお任せレポートは切っておきましょう。よし、ジュバルくんなんだろうね。ジュバルくんなんだろうね。あの子せっかちでしょ。話を聞く前に言っちゃったの。あら、コンテストダイジェストです。本日のノーマルランクたくましさコンテストでベストパフォーマーになったのは、とってもムキムキなポケモンで出場の和彦さん。コンテストあったね。ヨスガシティだっけか。そうだ、おかゆ、草むらに入っちゃダメよ。野生のポケモンが飛び出すからね。はーい、自分のポケモンを持っていれば大丈夫なんだけど。自分のポケモン欲しい。さっきね、スバルちゃんとの話で、あ、夜になってるじゃん、ちゃんと話してたけど、今回僕はね、ヒコザルを選んでいこうと思ったんだよね。出た、科学の力ってすげえ。科学の力ってすげえ。今じゃ無線を使って世界の人々と遊べるんだと。科学の力ってすげえよな。それは思うね。出た、科学の力すげえ。待って、めっちゃ見て回っちゃう。その前にジュンが呼んでたんだった。まずは用事を済ませないとね。若葉が息吹場所いいね。ここかな、ジュンのお家。ジュンじゃねえわ、ジュバル。あー、びっくりした。なんだってんだよ、ジュバルって。おかゆか。おい、湖に行くからさ、早く来いよな。いいか、お前、遅れたら罰金100万円な。まだ言ってる。昔もね、罰金罰金って言ってたけど、今回も例に漏れずちゃんと罰金を課せてきますね。スバルボイス脳内再生余裕。確かに、なんだってだよって言ってそうな感じはあるね。お母さんはのほほんとしてそうじゃん。本当にじっとしてられないの。誰に似たのかしら。確かにね。ちょっとジュバルの家見てきますか。バッグと冒険ノートも持っていくか。お、お、おかゆ、湖に行くぞ。道路で待ってるから。遅れたら罰金。今んところ、お前を待ってたんだよ、ジュバル。ジュバルもスイッチ持ってる。特にあれかな？僕の家とそんなに変わんない感じかな？ジュバルんちのベッド寝れる？え、寝れないの？ジュバルんちのベッド。眠れないんだが。くっそー。ジュバルのお布団、スーハースーハー、くんかくんかしていこうと思ったのにね。ダメなのか？ダメでした。布団には寝させてもらえないんだね。布団には、布団じゃないわ。草むらに入っちゃダメよって言われてんだよね、ママに。なあなあ、さっきのテレビ見ただろ？赤い毛、あー、BGM 懐かしい！てん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 、てけてけてん、てんてんてん、てん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 、なっついなあ。俺さ、思ったんだよ。あの湖にもあんなポケモンがいるはずだって。だから俺とお前でそいつを見つけに行くんだよ。いいね。あ、何ついてくんの、ジュバル。いいよ、じゃあ一緒に行こう。走れないけどね、僕たち。一緒に行こうね。かわいい、後ろついてくるの。この先、宍道湖、気持ちを表す湖。お、行くか。なんだ？あ！こうきくんだ！博士、向こうも変わったことは何もないみたいですよ。うむ、そうか、気のせいかもな。なんか金剛石からの好奇と噂の好奇くん。本当なのかな。どうも昔とは何か違うようだが、まあこの湖が見れただけでよしとしよう。好奇、では戻るとするか。
今回男の子いっぱいいるよね。ジュバルもコウキもさ。4年ぶりの新大地方はどんな感じですか？うむ、そうだな。新大地方には珍しいポケモンが多い。研究のしがいがあるだろうな。ね、水のグラめっちゃ綺麗だね。失礼、通らせてもらうよ。ね、男の子めっちゃ多い。ちょっとごめんね。コウキくんね、優しいんですよ。僕好きなんです、コウキくん。歴代の主人公の男の子キャラクターの中でコウキくんが一番好きなんだよね、僕。なぜかというと、この先に進むときにですね、お母さんの許しをもらってこいというシーンがあるんですよ。その時にコウキくんにお母さんの許しをもらわずに声をかけるとですね、もらってないだろってね、急に冷たくされるんですよ。そこで僕はコウキくんに惚れましたね。今作もあるのかな、それ。それすごい重要だよ。今作もあるのかな、ちゃんと。僕がコウキくんに心、幼少期にコウキくんに心奪われたあのシーンはあるのかな、あるのかな。なんだよ、草むらに入るなってか。平気平気、ちょっとならポケモンだって出てこないって。やめとけ、ジュバル。ジュバルやめときな。カバンだ。生まれて初めてカバンを見たのか、もしかして。さっきの人の忘れ物だな。どうすればいいんだ。届けようにも今の誰だ。博士って言ってたけど、あー、なんだっけ、ムックルだっけか。ポケモンなんだってだよ。あー、来ました来ました、モンスターボールだ。これで戦わせよう。どれにする、ペンギンポケモン、ポッチャマにパスか。いえ、ヒコザル来た。コザルポケモン、ヒコザル。こんな感じね。じゃあ行きましょうか。今回はヒコザルで参りたいと思います。はい、ヒコザル行くぞ。おー、てん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 、ムックル、ペララララララ。ムックルの鳴き声さ、すごい耳に残るよね。あああああ、引っかきますか。あ、技説明は Y ボタンなんだね。ポケモン久しぶりにやる。めっちゃくちゃ久しぶりだ。いいぞ、ムックルは2レベだ。そのままやっちまえ。いにゃー、ヒコザル女の子だ。かわいいね。ほらー、そう、ムックルの声めちゃくちゃ、ああ、耳に残る。ふふふふ、ちょっと暑くなってきた。エアコン止めてたんだけど、ちょっと暑くなってきた。ちょっと除湿をかけます。わーいわーい、御三家でメス珍しいんだ。1/9。へー、ふわー、お前のヒコザルすごかったな。あ、ジュバルポッチャマなんだ。スバルちゃんもポッチャマだし、ジュバルもポッチャマなんだね。て、俺もお前も人のポケモン使っちゃったけど大丈夫だよな。あ、コウキくん、コウキくん、よかった、カバンあった。博士に怒られるところだった。え、もしかして君たちポケモン使った？うわ、博士にどう説明しよう。このカバンは博士のだから持っていくね。今作もしっかり冷たいんだろうな、コウキくん。今作もしっかり冷たいんだろうな、コウキくん。なんだあいつ。おかゆ、とりあえずここから出ようか。さっきので俺のポケモン傷ついちゃったし、お前のポケモンではないぞ、ジュバル。博士のポケモンだぞ。そうだね、行きますか。俺のポケモンじゃないぞ。お前先に行けよ。なんでだよ。なんでだよ。ポケモン返しに行くのは当然だってわかるけど、もうちょっとこいつと一緒にいたいっていうか。なるほどね。それは僕も一緒だぞ。ジュバルがそう思うとき、僕も同じことを考えているんだぞ、ジュバル。博士すいません、勝手に使いました。あ、さっきの人だ。俺たちのこと睨んでいないか。すいません、すいません。すいませんでした。コウキから聞いたが、ポケモン使ったそうだな。すいません。すいません。ごめんなさい。すいません。ヒコザラにポッチャマか。そうか、そういうことか。コウキ、研究所に戻るぞ。どうしたらいいんですか、このポケモンは。はい、博士、わかりました。
後で研究所に来た方がいいかもね。じゃあまた行きます怒られてるなんだ今の、怒るなら怒ればいいのに。それにポケモン返さなくてよかったのか。おかゆ、俺たちも帰ろうぜ。疲れてるじゃんジュバル思ったよりも案外豆腐、お豆腐メンタルかもしれない。もうかなり疲れてます結構傷ついてそうだねジュバル。で何、そんなことがあったんだ。でもあなたもジュバル君も無事でよかった。その博士って人きっとマサゴタウンの七かまど博士ね。何でもポケモンの研究で有名な博士って聞いたわ。あと怖い手技もおかゆ、どうしてポケモンを使ったのかきちんと説明をするためにマサゴに行くべきね。大丈夫、きっと分かってもらえるわよ。左下でニッコニコのスバルちゃんじわるいや泣いてるから今こんなニッコニコでね、左下で笑ってるけど泣いてるからあ、ランニングシューズいただきました。イエーイ。マサゴタウンに行くのだって冒険みたいなものでしょ。ありがとう、ランニングシューズめっちゃ助かる。Lスティックを深く倒すことでもっと早く走れるようになります。なるほどね。今回は B じゃなくて Lスティックを押し込みなんだ。あ、ほんとだ。なるほどなるほど、こうやればいいんだね。 OKOKOK。 ジュバル大丈夫？ジュバル？ジュバルいない。あれ、なんかスイッチ取り出されてたっけさっきもダメだわー。十字なら B で走れる。あ、ほんとだー。押し込まなくてもいいね、倒すだけでいいみたい。便利。ジュバル、ジュバル行っちゃったかな。じゃあちょっと僕のポケモン見ようか。ヒコザル。生意気な性格特防素早さが下がっちゃうみたいだね。なるほどなるほど。ヒコザルってさ、どっちの攻撃の方が高いポケモンなんだっけ。攻撃？特攻？攻撃の方が高そうじゃない？攻撃が今の時点で11で特攻が10だから生意気らしい。素早さ低くなるのちょっとやだね。まあしょうがないね。今回はね、厳選とかじゃなくて旅だからねとにかくたくさんの人に話しかけましょう。なるほどね。じゃあちょ早速、モンスターボールもらってからさ、モンスターボールもらってからいろいろ戦いたいよね。あ、ビッパだ。ポー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 、てんてんてん、てーねー、ひっかきな。そうだね、旅を楽しんでいきたいね。ニックネームつけたいね。あれかな、後で博士から正式にヒコザルをもらえたら名前つけられるんじゃないかな。今はまだ一応ね、博士のポケモンをちょっと借りてるみたいな状況だもんね。とか言いながらガンガン戦わせてるけどねとか言いながらとか言いながらめちゃくちゃ戦わせてる。本当にすまない。あー、これあれだね、剣盾と同じ感じでさ、経験値全部入っていきそうな感じ。あーごめんなさい、話しかけようと思ったら忘れてそのまま下押しちゃったよねちょっと逃げるか。もうバカかな。違う、逃げる。じゃあな、今度こそ声かけるぞ。よし、はい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 、イエーイ、傷薬のサービス。てんててん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 、あ、右に行くとマサゴタウンだって。オッケーオッケー。あ、来た来た、ここですここです。あ、待ってたよ、こっちに来て、博士が待ってる。このね、通り道で後でイベントが起こるはず。あ、ジュバル、なんだってんだよって。おかゆか、あのじいさん怖いというかむちゃくちゃだぜ。まあいいや、おかゆ俺行くよ。じゃあな。あ、行っちゃった、早っ早い。君の友達ってすっごいせっかちなんだね。まあいいや、中に入ろうよ。はいもう行っちゃったね。
なんだ店内広い。そして床に反射してる。怖い怖い、近い近い。やっと来たか、すいません。はい、もう一度ポケモンを見せたまえ。はい、うむ、なるほど。このポケモンなんだか嬉しそうにしておる。うむ、わかった。そのヒコザルは君にプレゼントしよう。ああ、ありがとうございます。どうしよっかな。ヒコザルメスで生意気なんだよね。で、6文字までつけることができると。カタカナでつけたいかな。どうしよっかな。まあ、ヒコザルだからね、安直な感じで言うとヒココとかいいけどさ。メスガキ。メスガキめっちゃ多いじゃん。どんだけメスガキにしたいんだよ。めっちゃメスガキ人気じゃん。メスザル。メスザルってめっちゃ、大丈夫かな、メスザルって。そんな名前つけて。別にさ、タイはないんだけど、メスのヒコザルだから、メスザル、まずいこれ。みんながメスガキって言って、ヒコザルだからメスザル、で、行くか。危ないか。メスザルはちょっとあれだから、メスザとかにする。ちょっと可愛いやん。どうしようかな。どうしようかな。メス、いやでもなんかメスザルすごい、パッと来ちゃったんだよな。メスザ。メスザルだとちょっと尖りすぎだから、メスザル子とかにするか。かきくけ子。メスザル子。このぐらいだったらかなりふんわりして可愛いと思うから、メスザル子でいこうと思います。はい。湖でのことはさっきジュバルから聞いた。初めてなのにうまくポケモンと戦えたと。それに私が見たところ、君とポケモンとの間にわずかながらも絆を感じる。だからそのヒコザロを君に任せようと思うのだ。ありがとう。君がポケモンに優しい人でよかったよ。そうでなかったら。考えるのをやめよう。なるほどね。ポケモンを大切にする人にはあくまでも七かまどは優しいということだね。さて本題だ。君に頼みたいことがある。私の名前は七かまど。ポケモンの研究をしている。まず神葉地方にはどんなポケモンがいるのか、そのすべてを知っておきたい。そのためにはポケモン図鑑に記録しておく必要がある。そこでお願いだ。このポケモンを託すから君は神王地方にいる。あ、ちょっと待って。音さ、二重になってない？これもしかして。モニターのみ、出力はミュート。こうやな。ごめんみんな、今までゲームの音さ、二重になってたかもしんない。大丈夫？今さ、設定見直したらさ、ゲームの音ちょっと二重になってたかもと思って、今、あれにしといた。気づかんかった？よかったよかった。こっちの設定の方で、音が少し二重になってたっぽいから、今、一本にしました。失礼しました。これ、いいえって押してみたい。ああ！すいません、すいません、すいません、すいません！このまま何時間でも黙っていてもいいのだがな、私は。すいません、すいません！すいません、すいません。はい、行きます、行きます。怖ーい！怖ーい！ごめんなさい！そんなつもりはなかったんです。ちょっとさ、おたわむれをね、しただけじゃん。めちゃくちゃ怖いぞ。自動的に記録していくハイテクな道具だ。だからおかゆはいろんなところに行って、すべてのポケモンに出会ってくれ。はい。僕も同じポケモン図鑑持ってるんだ。ポケモンと一緒に201番道路を歩いた時、どんな気持ちだった？私は生まれて60年。未だにポケモンと一緒にいるだけでドキドキする。いいか？世界にはとてもたくさんのポケモンがいる。つまりそれだけたくさんのドキドキが待っている。さあ行きたまえ。今おかゆの冒険が始まるのだ。僕も博士に頼まれて図鑑のページ埋めるんだ。だから君とは同じ目的の仲間ってことだね。後でいろいろ教えてあげるよ。後期優しいね。後期ありがとう。行ってきます。七かまど博士。七かまどのパソコンはどうかな。いわゆる専門用語とか学習用語とか難しいことが書き連ねられている。なるほどね。じゃあ行きましょうかね。はいはい。
関東ってあれかな、金銀のとこって関東なんだっけ、オーキード博士のがいるとこが関東なんだっけか。コーキー、あ、おかゆ、いろいろ教えてあげるから僕についてきて。行く行く。この赤い屋根の建物がポケモンセンター。初代が関東か、じゃあ大木戸か。あ、今作はあれなんだね、ポケモンセンターとフレンドリーショップ別々なんだ。いろんな道具を買ったり売ったりできるお店だね。めちゃめちゃ丁寧、めちゃくちゃ丁寧、後期の研修めっちゃ丁寧。うん、家の人に言っておいたら、遠くに行くこともあるから言っておいた方がいいと思うよ。ということで、このイベントはまだ残っているのでしょうか。やっていきたいと思います。ゲームをちっちゃくなった。おげい、これでドヤ、これでドヤ、こんぐらいでドヤ。さあ始まりました。一旦じゃポケモンセンターで回復して、あー懐かしいこの BGM。てん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 てこてんてんてこてこてん、うん、オーケー。もうめっちゃ楽しみなんだが。あ、この座布団とか昔からあったよね、懐かしいな。ここら辺かな、このね、上高でポケモンバトルができるんだけど、ここが解禁されてたら10時半頃にスバルちゃんとポケモンバトルできるかな。ユニオンルームじゃなくて、ここかな、コロシアムじゃなくて、解禁されてなさそうだね、まだやっぱり。あ、上はローカル、地下はオンラインなんだ。じゃあまだやっぱり解禁されてないね。うんうん。コウキどこ行った？コウキー！コウキどこ行った？コウキー！コウキどこ？あ、コウキー！お！おかゆ？あ、ここ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 ！このイベントはどうなんだ？家の人に博士のお手伝いのこと話したの？もうなんかドキドキしすぎて。早くいろんなポケモンに会いたい気持ちもわかるけど、お母さんに心配かけるのは良くないよ。これなんですよ、このイベントのせいで僕は後期に、あーごめん、もういいから、もういいから、これ以上。はい、ちょっと冷たい、ちょっと冷たいの七かまど譲りだよねこれ絶対。はい、行きまーす。そうしてないんだろ、急に冷たい。あんだけ、あんだけ懇切丁寧なチュートリアルを重ねた後に、急にね、お母さんに、まだ、ね、会いに行ってないことがバレた瞬間、めちゃくちゃ冷たい。ふぅ。はい。うん。ペンポンペコペン。でも、コウキはイライラしてる。そう。イライラしてるコウキが好きなの、僕は。イライラしてるコウキが好きなの、僕は。うん。優しいコウキも好きだけど、一番はイライラしてるコウキが好きなの、僕は。他の人と楽しみ方が違う。はぁ。こう小学生ながらに、え、コウキくん、好きってなったもん、当時。しかも一人じゃなくてポケモンと一緒でしょ？ママが行きたいくらい。ママ、ママは大丈夫だから思いっきり旅を楽しんでおいで。ママ優しい。いいお母さん。うんうん。冒険ノート。ここら辺で一回セーブ取っときたいな。あ、そうですか。じゃあもう行っちゃったんだ。困ったな。うんうん。向こう水で無鉄砲だからこれだけは渡しておきたかったのに。うん、何ですか？うん、音だけもの。そのまんまだね。多分まっすぐコトブキシティに向かってると思うけど。オッケー。コトブキシティはあれだね、あれがあるところですね、テレビ局。
このテレビがことぶきシティからね流れてたね。よし行ってきます。お、大事なもの何ですか。てんてててててて、おーおーおお、うん、やっぱりおかゆはその帽子がよく似合うわね。帽子ありがとう。光って感じ。行ってきまーす。モンスターボール早く欲しいな。うわあ。てんてんてん、モンスターボール欲しい。メスザルコ。ザルコと呼びましょう。ザルコと。フルネームだからまずいんだ。ザルコ。ザルコかわいいじゃん。おりゃー、バルサミコスみたいな名前でいいじゃん。ザルコ痛い。なんやこいつ、3レベだからちょっと強いな。なな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 、なショップで売ってんのかな。買っていこうか。でまあいくら大きくなってもメスザルコはメスザルコのままだからね。強いねちょっとビッパー。あーてかめっちゃポケモン動いてる。めちゃめちゃポケモン動いてる。あ、今作もう買えるんだ。買いたいね。スバウが見た時どんな反応するか楽しみ。それな。めちゃくちゃ楽しみ。お、ナイスヒノコ。いいね。僕の予想では、おめえそれアウトだろっていうに一票。で、ひとしきり笑った後に、メスザルコお前、お前尖ってんなーに一言に一票だなー。そんな反応な気がする。いやちょっともう一回ポケセンでね休ませていきましょう。言いそうだよね。あ、アウトすぎて突っ込めないに一票。あ、それもあるなー。でもね、あの芸人魂の塊みたいな人が触れないってことはないと思うよ。うん、ねえ、絶対触れないことはない気がする。あ、ほんとだ、モンスターボール売ってんじゃん。どうしよっかな、20個ぐらい買っとく ?20 個ぐらい買って、傷薬も、なんか、傷薬は5本ぐらいあればいいんじゃない?とりあえず。よし。よーし、どうも。こっちからはなんか、買えるもの一緒?あ、一緒だね。懐かしい BGM。てん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 。ほぉー。ウィーン。これ何?海につながる砂の町。波乗りできるようになったら、こっから行けばいい感じかな。コウキくんのお家あるじゃん。お邪魔します。あ、妹さんですか?おかゆさんっていうのね。博士のお手伝いでポケモン図鑑を作るのね。すごい、私のお兄ちゃんと一緒なんだね。妹と仲良くなるとこから始めようか。やっぱりね、外堀埋めていかないと。お姉ちゃん、お兄ちゃんの友達のおかゆさんだっけ、あの人すごく優しいよねみたいなとこから始めていこう。こんにちは、こんばんは。あいつはすごい男でな、ずっとずっと昔からポケモンの研究をしてた。そうだよね。え、なんでベッド、あ、妹さんのだね。コウキくんは立ったままパソコンするのが好きなんかな。椅子ないね。ゴミ箱の中は何にもないのか。一個ぐらい入ってたらね、もらっていこうかなって思ったんだけど、ダメだね。じゃあ行きましょうか。じゃあ進んでいきましょうかね。モンスターボールも買ったしね。202番道路。あ、コウキくん。ただいま。ちゃんと確認してきたよ、僕。え、おかゆってポケモンの捕まえ方のコツ、もうバッチリわかってるのかな?僕がポケモンの捕まえ方教えてあげるからそこで見てて。はい。おう。今日のおかゆなんか怖い。だとしたらコウキくんのせいだね。間違いなく。だってポケモンの中で1、2を争うぐらい好きなんだよ。コウキくんのと、ねえ、キャラクターが。あれ、ナイトルなんだ。ピッピは?今作もピッピはちゃんとパーティーに入れるんですか?コウキくん。コウキくんの好きなところ1位はさっきのとこだけど、2位はピッピをパーティーに入れてるところだからね。頼むよ、コウキくん。
2位であるパーティーにピッピを入れた状態でダブルスバトルをするの夢を叶えてくれよ、今回もしっかりと頼むよ頼むよてーんてーんてーん、おー全然あれだったな。普通にダメージ減らして入れたらいいですか。本当はもっと体力を減らした方がいいけどね。うんうんうん、そうだね、大事なことだね。まだ眠らせたりする術ないけどね。そうすりゃもっとたくさんのポケモンに会えるからね。じゃあね、行っちゃった。一緒に行きたかったのにな。さあ、お、トゥ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 、君もポケモントレーナー、僕もポケモントレーナー、目が合ったらいざ勝負対戦よろしくお願いしますちょっと待って、原作にめっちゃ忠実じゃないすごい原作に忠実なんだが。ザルコ行け、てっててーん、てっててーん、びっくりしちゃった今、超忠実。火の粉使ってみよっかめちゃくちゃお、いいぞ、ひのこ。鳴き声やめろ。鳴き声ってでも攻撃じゃない、下がるの。ひのこは特攻だから別に泣いても意味ないよ。完璧なポーズね。いいぞ。てかゴレベ強いな、ちょっと。いけいけー。電光石火、電光石火痛いな。うらー、ナイスー、いいじゃん。お、いいぞ、ザルコ7レベー、イエーイ、強いじゃん強いじゃん、イエーイ、ナイス。やけど神だね。大丈夫かな、もうこのぐらいだったら行っちゃってもいいかな。戦ってみたいトレーナーにはどんどん話しかけるといいよ。そうだね、戦わないとレベル上がんないしな。っていうか一匹さ、ここら辺でちょっと捕まえていくか。エリ好みしてる場合じゃないぞきっと。ビッパよりだったらムックル捕まえたいよね。ペッペッペッ、ね、もったいないよね、せっかくみんなにさ経験値入っていくから。せっかくだったらね、ちょっとムックル入れた状態とかから行きたいよね。うにゃーにゃーにゃ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 、エリ好みしてて草なんかさ、エリ好みしないかっこエリ好みするとは言ってないみたいなのわかるでしょ。なんていうか、エリ好みはするんだけど、エリ好みの中でもちゃんと妥協したいよねっていう、この感じわかるエリ好みはしないんだけど、エリ好みそのね、何でもいいわけじゃないっていうのはわかるでしょ。ペンペンペコペン、とりあえずビッパ以外だったら欲しいな。個人的にムックル欲しいんだけどね。ムックル来ないかな。ムク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 ル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 、きたー、ペペポポペポピ、いくぞ。捕まえたいね、ムックル。何レベ？お、いいじゃん、またメスだメスパーティーに入りがちじゃない？お、いいね、鳴き声。あと一回体当たりしたらちょうどいいんじゃない、これ。攻撃下がってるし、死にゃせんでしょ、これ。ひっかく。オッケー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 。よし、じゃあこれで捕まえていこう。バック。お、プレミ、せっかくだからプレミアブロールで入れてもいいけどね、せっかくだからね。プレミアブロール、1回目。やっぱ自分で初めて捕まえるポケモンはプレミアなポケモンだと思うんだよね。イエーイメストリコねえ、まだ名前つけるって言ってないんだけどX でボールいけるんだまだ名前つけるなんて言ってないんですけど。
お、ムクドリポケモン。普段は群れで暮らしているが一匹になると目立たなくなる。どういうこと？鳴き声がとてもやかましい。一匹になると目立たなくなる。なんかその文字に起こすとちょっと寂しいね。どうしようかな。なんかね。一人になると目立たなくなる。あー、メスバルもいいね。メスバルもいいけど、ちょっともう一ひねり行きたいね、それはね。どうしよっかなー。いや、メスから離れてもいいよ、全然。そしたら今後オスのポケモン捕まえられなくなるじゃん。全然そんなことないのに。いやー、大丈夫。オスも受け入れていきたいから。どうしようかな。一匹だと目立たなくなるか。そうだね。引き立て役必須ってことでしょ。いや、むしろ引き立て。引き立て。引き立て子とかだ。もうひどすぎるもん。引き立て子はやばくない？もうなんか僕のパーティーさ、もうちょっと可愛い名前入れてもいいんじゃない？これ。一匹だと目立たなくなるということで、引き立て子。行きましょうか。しかもカタカナだとパッと見意味わかんないのが、いいカモフラージュになってるね。よし、行くか。もうね、あれじゃない？次のところまで、いけんじゃない？ピスタチオみたいで可愛い。そうそう、そういうこと。ピスタチオみたいで可愛いんよ。そう、パッと見意味わかんないのがいいんよ。引き立て子みたいな。どういう意味みたいなね。ミニスカートのルミ。ピポー。いけざれか。だって、お前が引き立て子を引き立ててやれ。まだね、ちょっと戦うにはレベル低いから、引き立て子を引き立ててやるんだ、ザルコが。なんだなー。なんだなーなんだなーなんだなー。誰もね、引き立て役とは言ってない。誰かに引き立ててもらう方の名前かもしれないからね。あんまりミニじゃないな。ミニじゃない、だいぶ膝上上等って感じだよ。またビッパだ。え、僕はビッパ以外を捕まえようと思ってたのに、この子はビッパばっかり捕まえてる。てーんてて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 、もう火の粉でご利用していくよ。いいねー。この子はね、ビッパばっかり捕まえてるよ。てて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 。よく見たらザルコちゃん、女の子か。いいな。そう。メスザルコですからね。バッチリメスです。てて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 て。イェーイ。サンキュールミ。あ、プルプルしてる。あーん、叶わないよ。まあね。こちらにはザルコとヒキタテコがいるからな。任せな。やばい、連続で戦いまくってる。大丈夫？結構やばいけど大丈夫か？来た。カツミ。一匹だね。たん。コリンク！コリンク欲しいな。コリンク欲しい！コリンクもここら辺でさ、取れんのかな？うわ、威嚇！いいなぁ、コリンク欲しいなぁ。てんてれん、てんてれん、てんてれん。電気ショック。うわ、いいなぁ。コリンクも、ちょっと気になりますけど。てーん、てれてれてーん。お、やけど率高くない？ザルコのやけど目。チリーン。睨み聞かせてんじゃん、こんな可愛い顔して。え、めっちゃやけど引くじゃん。え、すごいね、ザルコやるやん。ナイスー、きたー。2匹ともね、レベルアップ。引きタテコは、タテコは攻撃の方が強い感じか。てかさ、引きタテコの性格見たくない？タテコの性格見ないと。あの、ザルコは生意気なね、メスザルなんですけど、これね、メス、こうメス、ザルコは生意気。あ、ワンパクなんだ！酸っぱいものが好き。喧嘩するのが好き。お前ら！
なんかヤンキーしかいないんだけど。生意気でちょっと強情なメスザルコと、ワンパクで喧嘩するのが好きなヒキタテコ。大丈夫かな、うちのパーティー。オラつき加減がすごい、なんか。あー、コロ帽子だ。今このパーティーにコロ帽子なんか入ったら、もうなんか、おい焼きそばパン買ってこいよみたいになりかねんな。ちょっとこのパーティーには入れないであげよう。ナイスー。よしよし、うん、イエーイ。コロ帽子夜にしか出ないんだ。捕まえてもいいかもね。てん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 。オスだから入れない。そんなことないよ。別にいいんだよ、オスでも。あ、ことぶき氏ついちゃったよ。一回ポケセン入りたいね。コーキー、2匹捕まえたよ。え、もっと捕まえた方がいいよ。え、たくさんいると育てるの大変かもしれないけど、その分嬉しさもいっぱいだよ。コウキ、そんなこと言わないでよ。僕なりにいっぱい考えてさ、仲間にしてるんだからさ。ねえ、コウキ、そんなこと言わないでよ。だいたいさ、だったら何匹ぐらいまでにした方がいいみたいな具体的なアドバイスもよこしな。なんか、もうちょっと捕まえた方がいいよとだけ言われたんだけど。もうちょっとさ、手取り足取りコウキ教えてよ。コウキー。コウキー。よし。じゃあもうちょっとね、捕まえるか。てか、この先で捕まえた方がいいんじゃない？この先の方がさ、強いポケモン出てきそうじゃん。と、草むらに入る前にレポート取りましょう。せっかく来たから。そう、ちょっとってどのくらいさ、コウキー。こことか。こことかいいポケモン出るんちゃうの。ねえ、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 ねえ。こことかいいポケモン出るんちゃうの。どうよ。てんてん、あ、コロ帽子。コロ帽子出るな。てんてん。よし、じゃあこうしよう。コロ帽子、僕のこの火の粉に耐えることができたら、君を僕のメインパーティーに入れてあげよう。そのぐらいの根性がないと、メスザルコ、ヒキタテコには、ついていけないよ。いいね。値しなかった。やっぱダメだよ、やっぱ虫ポケモンでもね、火の粉を超えて来られるようなやつじゃないと今のパーティーには入って来られない。残念だけど。ちょっとこの先も行ってみよっか。無理言うな。強いかな。ちょっと先の方なんだよね、このトレーナー。またビッパだ。虫パーティーにね、そうだね、優しくないね。お、レベル高いね。てっててーん、てっててーん、てーん。てんててーん。え、ジュンはさ、ジュンじゃない、ジュバルはさ、もう、あれなのかな、ここのジムリーダーと戦ってんのかな。てーん、てれててーん。条件きつくてくさ。お、やばい、ビッパ何、やめて、防御意味ないけどね、僕は火の粉使うから。よーし。あ、ここジムないんだっけ。イエーイ、ナイスレベルアップ。挑発。なんか雲行き怪しいな、このパーティー。めちゃくちゃ雲行きが怪しい。やんなきゃよかった。まあそれは結果論だね。やった方が良かったか、やらない方が良かったかっていうのはね、結果論だからね。しょうがないね。お、ポケッチキャンペーン始めるよ。へぇー。スクール行ってみる？ここかな、ポケモンスクール。これだ。おー、あ、ジュンいるじゃん。ジュンじゃない、ジュバル。お、おかゆ、お前も勉強か？俺なんか黒板に書かれてることバッチリ覚えたぜ。自分の大事なポケモン傷つけたりしないために頑張るのがトレーナーだからさ。いいやつじゃん。そうだ、忘れてた。忘れてた。タウンマップって2つも入ってる？予備だね。ありがとう。嬉しい。助かる。
タウンマップで見る限り次は黒金シティかな。あそこにはポケモンジムもあるし、捕まえたばかりのポケモンを育てるのにぴったりだぜ。何匹捕まえた、ジュバル。じゃあねー。かわいい、椅子に座ってるじゃん。草は炎に弱くて、炎は水に弱くて、水は草に弱い。えらいじゃん。お？私まだポケモンと友達になったばっかり。ちょっと待って、一回レポートしていい？ちょっと待って、怖い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 。そんなさ、なんか、前もって、ね、勝負していいかって聞かれると怖いから、セーブしたから。いいよ。いいよ。はい。てんてけ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 てん。てんてんてん。てててて、あ、一匹じゃん。ちさと。ケーシー！ケーシー！ケーシー逃げるんじゃないの？大丈夫？逃げないか？お、6レベ。挑発ってなんだっけ？相手はダメージを与える技しか出せなくなる。あー、どうなんだろう。一回火の粉打っとくか。チャージビーム。あー、そんなことせずともだね。あ、結構痛いよ。あ、急所かー。てねねね。結構補助系使うやつとかだとね、挑発いいかもしんないね。でもめっちゃチャージビームしてくるわ。たーん、たーたーん。でも対人のケーシーはテレポートしないんじゃないかね。ゲッ！特攻上げてきやがった。オッケー！ナイスー！イェーイ！オッケー！ペロリローン。よっしゃー！勉強したから勝てると思ったのに。実戦も大事やな。傷薬を使ってあげればいい勝負できたかな。なるほどね。え、こっちの子ももしかしてバトル？あ、いいよ。連戦だけど大丈夫かな。てん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 てててててん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 。ナオト。またケイシー。ちょ、大丈夫かな。いや、でも引き立て子もいるからきっと大丈夫。よし、行くぞ、ザルコ。火の粉だ。火傷を食らわせてやれ。またチャージビーム。うえー、ケイシーは引っかくの方がいい。あ、そうなんだ。特防の方が高いのかな。火傷、火傷、火傷。あ、いいぞ。いいじゃん。いや、一発耐えられそうだから、チャージビーム、一回受けてみよう。ほー、危ねえ。ファオ、ファオ、ファオ。あぶねえ。うらー、ナイス。ヒコザル強いねー。ナイスー。よし、根性あるねー。あー、そうなるんだ。何さ。何さ、全然かな。あ、あ、技マシンもらったー。チャージビームじゃない。だって今めっちゃチャージビーム使ってたもん。奮い立てるの技を。奮い立てる、攻撃と特攻を同時に上げられるんだ。あー、いいねー。ポケモン、ポケモンじゃない、バッグ、技マシンはこれかな。あ、3つ入ってる。奮い立てる覚えさせられるよね。チャージビームじゃないんだね。ほんとチャージビーマーだから絶対チャージビームかなって思ったけど。へー、覚えさせても良さそうだけどね。はい。奮いた、奮い立てるの他に、睨みつける別にいらない気もするから、睨みつける消して奮い立てるでいいんじゃない、これ。覚えさせてあげよっか。はい。ポカン！はい。イェーイ！引き立て子にも覚えさせてもいいけどね。引き立て子も覚えられるわ、らしいからね。ちょっと引き立て子にも覚えさせるか。はい。てててーん。よし、じゃあ行きますかね。うんうん。あ、黒板見るっつってたね、さっき。ジュバルは、うわー、めっちゃ書いてる。多分大丈夫。多分大丈夫。そのくらいだったら多分大丈夫。新技引き立てる。引き立てるじゃないから。奮い立てるだから。引き立てるんじゃないからね。
はい、ポケモンセンター、てんてててんとんとん、あー面白ーポケモンめっちゃおもろいじゃん。うん、おなんだ、おや、あなたポケモントレーナーのにポケッチを持っていない。ポケモンウォッチ、縮めてポケッチ、あったね、 DS の下の画面の方とかでさ見れたやつだよね。うんうん、コトブキシティにいる3人のピエレを探し出してね。はい、そこにいるよね。まず1人目、あ、ポケモンはポケモンを倒すことで経験値を得て強くなる。はい、なるほどね。あー、このクイズに答えるためにちゃんと学校で勉強しといた方がいいよって言ってたのかな。ポケモンに道具を持たせることができる。はい、なるほどね。はい、引き換え券3、ちゃん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 、2がまだ手に入ってないのか。あ、いた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 、これ何。はいはいはい、ポケモンだけでなくポケモンの技にもタイプがある。はい、全部はいじゃない全部はいじゃない、これ全部はいじゃん。これでポケッチもらえるのかな。これ左に行くとさ、あれかな、別のとこ行っちゃうのかな。ちょっと一回ポケッチ引き換えてもらおう。すいません、おじさん、ポケッチくれ。はい、ポケッチイエーイ。 R ボタンを押してポケッチを使ってみてください。だって R ボタン押してみようか。懐かしい、あー懐かしい、これやば、うわー、え、変わってないんじゃないのこれ。うわうわ、めっちゃ懐、やばい、うわめっちゃ懐かしい。この画面にしとこっかな、意味もなくこの画面にしておこう。いいね。この先に行くとどうなるんだ、ポケッチカンパニー、この先は行けんの。この先218番道路は隠れすぎた釣りの名所、ボロの釣り竿、いえ釣りは嫌いかいあ、はいはい、釣り竿で釣れるのってさ、コイキングだけなのかな。釣り竿の使い方僕が説明しようか。はい、次に気持ちを集中、ポケモンが食いついたらびっくりと出るから、その時に素早く竿を引くんだよ。はい、隠れすぎたここね。これバトルになるのかな。なんかキャモメいるんだけど、218番道路で彼と待ち合わせしたのにいないじゃない、キャモーちょっと釣りしてみよっかこれ。バッグ、釣り竿、ボロの釣り竿、お気に入りにしといたらあれかな、すぐ出てくるかなこれ。ダメだ、お気に入りしたけどすぐには出せないね、ショートカットには出せないな。登録か、はい、なるほどなるほど、これでどう、出せる、プラスボタン、あ、来たー、さあ、あ、来た、ボコ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 、何が釣れたんだ、タンタン。コイキングさ入れといてもいいよね、勝手にレベル上がるんだったらさ、まあ一応ずっと育てててもありだな。メスメス、別にいいんだよオスでも全然いいんだけどね、なんでこんなオスばっかり違う、メスばっかり出るんだなんで、別にいいんだよ。でーでででで、あ、ちょっと待って、モンスターボールさっき X ボタンで出せるって言ってたね、これね。じゃあプレミアボールお前もプレミアムな女になるか。ドゥン、パン、きたー、コイキング。別にメス縛りじゃないからね偶然メスばっかり、捕まえようって言うともうメスばっかり。お、来ました、コイキング。緩やかな川の流れでも逆らえずに流されてしまう、なぜだかいつも跳ねている。あー流されちゃう感じね。
どうしようかな。あ、ピンときた。こっちの方がいいかな。待って、点々がつかない。こっちか。指示マチコ。マチコ来ました。じゃあどんなメンバー、ここで戦っていけるのか。ザルコとタテコにマチコはついていけんのか。能天気でも気が強い。あ、いいですね。こいつらちょっと喧嘩っ早いけど、能天気で気が強いマチコがいてくれたらちょっといいかもしんない。よし、結構向いてる、このパーティーに向いてる。能天気でちょっとね、神経がずぶといぐらいのメンバーが必要だったんよ、今。よかったよかったこれで気弱かったらさ、かわいそうだったから、すごいいいパーティーバランスだわ。とてもいい。よし、ちょっとポケセン寄ってこうか。名前の恨みでチームメンバーでおかゆへの反乱考えてそう。嘘でしょ嘘。よーし。てん、てんててて ん, てん。進化したらどうなることか。進化してもでも性格って変わんないよね。よっしゃ、行くぞなんかすごいパーティーになってきちゃったな。カンパニー寄ってくか、一応、ここ。ポケッチありがとね。お、話しかけられるじゃん。と言っても家族でやってる会社だからすごくないですよ。これがさっきくれた人か。すごいね。家族でポケッチ作ってんだ。自販機で買い物はできないのね。はい、広いな、ここ。広いな。ポケモントレーナーの気持ちでどんなアプリがいいか考える。使う人の気持ちを大事にしないとね。めっちゃいいこと言ってる。パティ、ピピ、かわいい、かわいいね。パチリスもピピもかわいいね。かわいい、パチリスもピピもかわいいね。いいな、僕も欲しいなぁ。ピッピとパチリス、めちゃめちゃ欲しいんだが。こういうの結構ね、声かけたらわざましいもらえたりするから、ある程度ね、流し見しながら声かけていくの大事だよね。ね、かわいいわぁ。持って帰ってもバレないよ。バレるバレる。こんなにポケモン愛について語ってんのに。僕がそのポケモン持ってってバレないわけないでしょ。行くかー。ウィーン、ウィーン。楽しい。明日もポケモンやろうかなー。明日もポケモンやろうと思います。さっき通った少年すごかったね、早すぎて。この先があれかな？さっきのさ、タウンマップみたいなの見たいんだよね。マップってどこから見れるんだ？冒険ノート。違うな。みんなマップってこれさ、どこで見んの？あ、これだ。あ、右が目的地か。右が黒金シティだね。で、上がソノータウンだから、右に向かっていこうか。よし。ねえ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 。あ、ジュバル！お、ちょっと待って、セーブさせて。セーブさせてージュバル？お、僕も今実質2匹みたいなもんだ。お、ムックル捕まえてんじゃん。僕もだよ。僕もムックル捕まえてる。ちょっと強いじゃん。挑発、ちょっと奮い立てとこっかな。電光石火。痛い。奮い立てときましょうね。うわー、いいよー。もうちょっと待っとくか。奮い立てとくか。うわー
よし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 、闘志を燃やせ。何ってことは今特攻だけがもやもやと上がっていくってことだね。これいいだろう。お前は鳴き声しかできないからな、特攻を上げさせてもらうぞ。うらー、よし、でって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 でで、よし、そろそろ行こっか。闘志を燃やせ、火の粉、うらー、強っ強ーい、ガン積み、いいよー。ポッチャマ、これはそのまま行こう。もうね結構積んでるから。ポッチャマ9レベか。まだまだ勝負はこれから。いけないかな、さすがに。ひっかくの方がいいかな。威力40でしょ。ひっかいとくか。さすがにね、弱点はまずいから。どうかな。うわっ、硬っ。え、どうだろう。火の粉の方がいいか、これ。ちょっと待ってね。おお、結構積んだんだよ。同じくらいかな。でもいけそう。でも全然いけそう。お、君は水鉄砲や泡を覚えていないのかな。ちょっとピンチかもな。ケヒノコー、ナイス、オッケー。泡持ってないのか、もしかして。イエーイ、ザルコナイスレベルアップ。てなんだってんだよ、俺負けちまったのかよ。そうだよそうだよ。うわ、負けたのかよ。だけど俺が負けるのはこれで最後だからな。なんたって俺は世界で一番強いポケモントレーナーになるんだからな。そうだね、黒金ジムに行って、確かあのヘルメットかぶってる人が最初のジムリーダーじゃなかったっけ。もうすぐポケモンセンター行っちゃうもうすぐポケモンセンター行っちゃう。ちゃんちゃかちゃかちゃん、もう性格出ちゃうね。もうすぐポケセン行っちゃうよ。で、ここで、ちょっと待って。No, no, no, no. No, 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 no. なになになに。で、レポート。はい。で、一回記録しておいて、これさ、見に行くって何？あ、そういうことね。オッケー。よーし。次の草むらでちょっと新しいポケモン捕まえたいね、そろそろ。ここなんか出ないかな？なんかいっぱいいるな。ポケモンが戦うとき最初に飛び出すのってリストの先頭にいるポケモンなのよ。そやね。え、これさ、右上のさ、ウォッチみたいなのさ、これ隠せないの？これ非表示とかにできないのかな？あ、ちっちゃくなった。あれ、一瞬ちっちゃくなってくれたけど、ダメなんかなぁ。あ、R 押し込み？ R 長押し。ここか。あー、来たーありがとう、教えてくれて。これ隠せないんかなと思ってた。よかったー。そう、気になってたからさ。てん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 。短パン小僧が元気なのはポケモンから元気をもらうから。なるほどね。逆かもよ。短パン小僧からポケモンたちが君の元気を吸収して、また短パン小僧もそのポケモンたちから元気を吸収してる永久期間となっているのかもしれない。短パン小僧は。よっしゃー、たー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 ん。ぼっ。いいよー。丸くなってますね。結構みんなビッパ好きなんだね。僕はエリゴ飲んだ結果、ビッパ以外でっていう結果になっちゃったけど、みんなは結構ビッパ好きなんだね。短パン小僧は未知のエネルギー体だった。翼で撃つ欲しい、翼で撃つ欲しいな。鳴き声いらないか。はい。いいねー。よし、テロリロー。ズバット、ズバットいいじゃん。ズバッといいなぁ。さーん。
ズバットいいな。クロバットとかめっちゃ好きなんだけど僕。ほらいいよ、ズバットめっちゃ好き。あ、混乱した。僕は素直に引き立て子を出しますか。お、初めての戦闘引き立て子の戦闘シーン来ました。ピロリロリロリロ、ナイス。翼で撃つ電光石火体当たり。翼で撃つってクロバットにあんまり効かないのかな。あ、いいねいいね、ナイス。いいあれだったね、交換だったね。テロリロー、お、シジマチコもレベル7になったね。イエーイ、ナイス。テテ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 テ、イエーイ。おにゃ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 、なんか出てこないかな。コリンク来た。コリンク捕まえましょうかね。電気タイプは必要じゃない。ん、コリンクって電気タイプだよね。うわ待って、ちょっとこれさ、メスザルコだと引っかくで殺しちゃうか。これやっちゃう。引き立て子の体当たりぐらいがちょうどいいんじゃない。またメスすぐメスやん。いやコリンクの方がねあれだから案外。うよし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 、体当たり大丈夫かな。あ、いいじゃん、いい根性、いい根性だよ。てん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 て、威嚇持ち待つまであり。あー確かにこの子威嚇持ってないもんね。それはありだな威嚇持ちコリンクまで待つか、それはあり。やっぱ旅パでね楽しく遊んでいきたいけど、威嚇ぐらいは粘ってもいいんじゃない。威嚇ぐらいはねみんな言っとくけど、威嚇持ってたらオスでも捕まえるからねコリンク全然捕まえるかね。てん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 、やっぱねずっとねパーティーがメスだけだからオスが入りにくい空気になってる完全に全然入れるからね。よし、でててんでててんねね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 ね、まあみんな願っとくといいよメスのコリンク威嚇持ち来てくれって願っといたらいいよ。ここまで女の子だけでやってきてるんだ、男入れないでくれって願っとくといいよ僕は時の運に身を任せるからね。さあコロボーシ、お前はこの日の子に耐えることができたらパーティー入りだ。ダメだったか。てててててててんててててんててててん、ほい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 、てんてんてん、出てこないね。先に進みながらの方がいいかな。てん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 、火の粉は無理ほらムックル耐えるね、5レベなのに。にゃにゃーほにゃ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 、てててん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 、この先もさ草むら続いてたからそっちの方で取った方がいいかな。こっちこっち、ここら辺。お、タンタン、ムックルー、コロボーシだけ面接厳しくてくさいやーコロボーシ別にね耐えられるようなメンバーね、耐えられるようならメンバー入り全然考えてあげたいんだけどね。お、ぼでーでー、やけど率結構高い気がする。やけどって結構忘れたくるに頃にさ追うものかなって思ってたけど、割と平気なんだね。結構効かせてくれるね。ナイスー頑丈持ちコロ帽子とかおらんのかいや頑丈持ちコロ帽子いたらそれパーティーに入れますよ僕は。てん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 、お、一匹じゃん、なんだろう、コロ帽子ね。いやー、短パン小僧のコロ帽子だったら耐えるかもしんないね。あ、
変えられるんじゃない。そしたら短パン小僧からこの黒帽子を抜く。あ、ダメだねやっぱり。この黒帽子引き抜き考えたけどダメだったな。しょんぼり。いや喜ぶべきだよ、黒帽子ね、引き抜かれなくて済んだんだから。全然ね、喜ぶべきだよ。コリンク出ないなぁ。てん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 。お、耐えるねー。コリンク出ないよねー。ほんとそれ、夜出にくいんだ。まあ最悪いなくてもいいかなって気はするけどね。別のポケモンで代用っていうのはね、ありだな。コリンク、オズとも。イエーイ、引き立て子レベル10レベルおめでとう。お、おー、めっちゃ近い。めっちゃ近い。めっちゃ近い。てん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 。てててててん。パチリスとか。パチリスいいねー。パチリス欲しいなー。かわいいもん、パチリス欲しい。パチリスにしよっかな。でもパチリスって進化しないよね。そこだけちょっと不安だけど。ナイスー。なんなな、なんなな、なんなな。そうなんだよ。パチリス進化しないのがちょっとね。お、グロパン来た。来ました、グローパンチ。繰り返し打つことでだんだん拳が硬くなる。相手に当てると攻撃が上がる。これは、なんかさ、挑発つかんないから、あ、でもなんかさ、ケイシーとか捕まえたくなったらいるかな。ひっかく捨てるか。ひっかく忘れましょう。1、2の、ポカン！グロパン来ちゃー！ムックル。ちょっとさ、グロパン試し打ちしよう、これ。行くぞ、ムックル。あれ？ムックルにグロパンって聞くんかな？グロパンチ！おー、いいねー。え、その後攻撃上がるのすごすぎ。たー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 。うらー！すごい！やばー！これかっこいいねー。ザルコ半端ない。スボミ？これは引き立て子の出番でしょう。スボミー欲しいなぁ。ロズレイド好きなんよなぁ。あ？スボミーはロズレイドじゃないわ。ロゼリアがロズレイドだ。スボミーは違うね。なーなななななどうし。ナイスー。いいねー。あ、合ってんだっけ？ロズレイドになるのがこの子だっけ？イエーイ！ナイスー！めっちゃいるな、トレーナー。ちょ、待って。めっちゃ戦ってるー！超レベル上がっちゃうよ、これ。お、ワンリキー！でも格闘はねー、ザルコが格闘入るからなー。いらないかなー。グロパン、ヒノコ。グロパンもあれかな、効果今一つになっちゃうのかな。うん、ああ普通だね、等倍。ててんててん。過去の男。まあ今回はね、格闘タイプのポケモンいますからね。張り切っている。やばい、急所当たるぞこれ。やばいやばい、どうかなあ。睨みつけるんだ。怖い怖い、やめてー。てて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 て。ナイスー、イエーイ。よし、もう格闘タイプはいるからね。ジムに挑戦はまだ早いってことか。いやいや、タイプ相性とかあるからね。一概にまだ早いかわからんよ。ムックルー、ペロリロリロリロ。ここめっちゃさ、レベルポイント、レベル上げのポイントだね。すごいレベル上がる。できればコリンク入れた後に、あれなんだけどな、
ここら辺のトレーナーたちと戦っていきたいところではあるんだけどね。うわー、ねねねねねねにゃん、ねーねねねね、コリンクほんと出ないよね。わかる、ムックルばっかり。オッケー、一回セーブっていうか回復しに行って、その往復でコリンクが出なければ諦めようか。おはぁてんてん、ムックルばっかり。ムックルばっかり、ほんとにてんてんてんてーてん、めちゃくちゃムックル枯らせるじゃん。こんなにムックルばっかり買ってたら素早さの努力値めっちゃ上がりそう。ムックルって素早さの努力値なのかな。おらー、よし、めちゃくちゃムックル買ってるよ。めちゃくちゃムックル借りまくり。よし、一回ちょっと回復挟みに行こうか。おー、よし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 、おいよー、ムックル攻撃なんだ。あ、性格にもよる。なるほどね。はぁ、コリンク欲しいんだけどね。威嚇はなくてもあのコリンクを捕まえておくべきだったかな。悩みどころだよね。よし。てんてんてでんてん。でもなぁ、できれば威嚇のムックルが欲しいよね。威嚇のムックル欲しい、ムックルじゃないわ、コリンク欲しいよね。ててん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 てん、ここまで出ないなら縁がないとも言えるかな。確かに、ここまで粘って出ないんだったら、むしろこっちから願い下げまであるか。おいおい、お前いつから選ばれている立場だと思ってるんだってことで無視していくのもありだね。それはあり、それは大いにあり。おらー、ありだね、こっちから願い下げコース。めっちゃあり。おかゆ面接官厳しい。おっしゃー、てて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 コイルとかもおるし、あ、いいじゃん、コイルとかもおるんだったら全然ありだね。うん、よし、てて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 て、てナイスー、イエーイ。グロパンめっちゃ強い、グロパン強すぎて奮い立てる、腐ってる。確かに、なんかあれだね、なんかザルコにはグロパンがあるからいらないかもしんないね、奮い立てる。あー、ケンシー、こいつ欲しい、これちょっといただきじゃない。ケンシーを挑発しとこう。よし、こっちだよ。オッケー。うわ、でもこれさ、グロパンとか出したら死んじゃいそうじゃない、これ。死んじゃいそうだな、これ。引き立て子の体当たり。え、これさ、挑発ってザルコ引っ込めちゃったら切れちゃうんだっけ。一応、モンスターボール投げとこっか、一発目で。おいで。君は運命を信じるかい。よっしゃー、ナイスー、運命的出会い、念力ポケモン、ケーシー。眠っている間もテレパシーのレーダーを張り巡らせている。ピンチになるとテレポートする。休まる暇ないな。やったー、え、こいつメスだった、マジ。どうしよっかなー。休まる暇がなさそうなので、でもこの子はそう、運メイコでもいいよね。わかる。運メイコなんだよなー。運メイコ。運メイコいいね。運メイコ来たー、略して運。
これはいけない。お、虫除けスプレー。ほら、ケイシー捕まえたし、もういいんじゃない？やったー！運メイコ！メスばっかだな。テレポートある。え、運メイコ。ワンパクの性格、血の毛が多い。ちょっと、ヒキタテコと喧嘩しそうやな、こいつら。ヒキタテコはワンパクで喧嘩すんのが好きで、運メイコはワンパクで血の毛が多いです。なんだこいつら。大丈夫？なんかいつか裏切られそうなんだけど、僕。僕自身が。お、またケイシー。大丈夫か？不安がいっぱいだよ。不安でしかない。ひなこー！あー、倒しきれんかった。手追いのケイシーがいたら。なんだこのテレポートのエフェクト。イエーイ。うん。お、黒金シティ。行こっかー。あ！お！そのポケッチ。うむ、お前さんまだまだひよっこトレーナーだろ。だがポケモンを愛する者が増えたことは嬉しいことだ。お、なんかもらったー。中にはあー、はい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 、なるほどね。ポケッチアプリ秘伝技、何それ。え、すごい。え、天才、天才なんだけど。ポケッチの秘伝アプリに入ってる。秘伝技で障害物を取る。すごい。え、めっちゃ便利じゃん。ポケモンに覚えさせなくてもいいってこと？これでじゃあ。これで。あ、覚えさ、え、あ、バッジがないから使えないのか。なるほど、なるほど。今作はビッパを手持ちに入れなくてもよくなったね。確かに。ビッパがいらなくなった瞬間、確かに。お、コリンク。でも君とは縁がなかったね。どうやら縁がなかったようだね。うわー、しかも威嚇コリンク。これでメスだったら欲しかった。オスか。グロパン、グロパンの方がいいのかな。ほら、いいな、威嚇持ちか。タタタタタン。やっぱメスが欲しいんじゃないか。だってさ、ケイシーもメスだったんだよ。ここまで来たらさすがにメスがいいと思ってしまうよね。タンタンタン。あ、いいじゃん、ヒノコの方が全然効く。ナイスー。ケイシーがオスだったらもう良かったけど、半分が半分以上がメスとなったらちょっとメスがいいよね。イエーイ。上はこれ。あ、上岩砕きないといけないのか。なるほどね。てんてか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 てん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 てれれれれんてんてんてん。つぼみいいな。つぼみ欲しいね。草タイプいないしな。ゲメス誰か。てんてでー。あ、今一つとか出てんじゃん。便利。うら、よっしゃー。たらーららん。お、いいね、11レベー。このさー、あ、コダック、コダックはどうしようかな。引き立て子にお願いするしかないか。ザルコだと危ないもんね。スモミンはことぶきまで戻れば出る。あ、そうなんだー。ででんでんでんでドゥ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 。でか、なんか。え、コダックでかくない？コダックでかくない？いけーん。の、強っ。強いねー。え、でかい。コダックでかく見える。あ、運命子いいねー。念力とか覚えてくんないかなー。イェーイ。ナイス。ね、結構大きいんだねー。おー、黒金シティついた。お、オッス、トレーナー。ジムバッジの一つも持ってないと他のトレーナーから甘く見られちゃうだろ。だから俺がポケモンジムまで案内してやるよ。おう。テカテカテン。テンテンテン、テンテンテン。あ、
ジュバルおるやん。なんだおかゆかよ、今頃来たのか。相変わらず遅すぎ。でもジュバルってさ、ポッチャマだからもう終わっちゃったんじゃない。え、ジムリーダーいないのか。あー、そうだった気がする。まあ俺はジムバッジを手に入れたからいいんだけど。なに、なぜ手に入れられたんだ。懐かしい BGM。 ねえ、ちょっとタイプ相性的にさ、今のメンツだときつくない。ねんねん、なななんなのなの。泥棒したかもしれない。厳しいな、今のメンツだと。もうちょっとさ、水タイプか、なんかそこら辺の、あ、グロパンでゴリ押せる。なるほどね。確かに、グロパンでゴリ押しできたら、いけんのかな。海の下まで掘り進むなんて。そうなんだ。でん、でん。ここかな？黒金炭鉱出入り口。ここですね。行きますか。あ、両脇、あ。おー、なんか出てきたー。お、ズバットかー。でもなー、飛行タイプいるんだよなぁ。だーなな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 。うわー、ムックルがおるから。にゃー、びっくりした。こっちもびっくりするわそれ。オスだし。まあ、いやでも運命的な出会いをしたらね、オスをねゲットすることになるかもよ。例えばなんか色違い出てきたりとかしてね。そうすると、色違いでも、オスでもね、手に入れることになるからね。いつかは。そうだよ、色違いかもしれんぞ。次、オスがパーティーに来るときは。石そっくりのポケモン。石つぶてかなぁ。わぁ、あ、イワーク。え、イワークいいなぁ。え、イワーク、どうかな。うちのパーティーにいてもいいような気がするけどな。イワいないしね。え、イワーク良くない、どうこれ。結構ありな気がする。一旦捕まえとく。一旦捕まえんのありだな。これ、ヒノコ、わ、どうなんだろう。大丈夫かな。ヒノコ耐えられるかな。グローパンチは死んじゃいそうだけど。ん、メスだし。そこポッポと攻撃力一緒。攻撃力ポッポと一緒なの。じゃあ、こうしよう。グローパンチにワークが耐えれたら、行こうか。お前の根性見せてみろ。あ、全然耐えるじゃん。全然耐えるよ。え、ありじゃないこれ。いった、痛いぞ。結構いいんじゃない。買った、いいじゃん。こいつ捕まえよっか。撃ち落とす。なになに、飛んでないけど。痛い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 。痛い痛い。でもありだな、イワーク捕まえよっか。ほらー、効果抜群だからね。おー、来ちゃー。タタタタタタタン、ドゥン。イエーイ。でも相変わらずあれやね、なんか水タイプとかそこら辺に弱いパーティーなのは間違いないな。痛い。頑丈な長い体をよじらせながら地中を進む。掘りながら餌を食べる。へえ、効率的。いいじゃん、効率的だね。こう、リツコ、リツコ、かわいいじゃん、リッちゃん。リッちゃん来たー。ちょっと回復しに行こっか。リッちゃんからかなり攻撃を食らって痛いので、リッちゃんパーティーに加わりました。回復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 。ポケモンセンターどこだ。ポケモンセンター、え、どこ。ちょっと待って。ポケセンどこだい少年。ジムの場所は分かったけど。ポケモンセンター。あ、あった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 。ありました。通り過ぎちゃってたわ。はい。
さっき入ってきたよ、そういえば。てんてん。ねえ、もうちょっとさ、水ポケモンに太刀打ちできるポケモン欲しいんだけど、それこそ草タイプとか。ちょっとなんかさ、もしもし。あ、びっくりした。ちょっと待って、スバルちゃんの声が今あなたの脳内に直接語りかけています。何ですか？ポケットモンスターウォッチ、略してポケッチ。取るんかよ。何何。え、いなくなったんだけど。え、何。え、何、いなくなった。何。なんか急に脳内に声をかけてきて急にいなくなりました。何ですか。で、なんだよとか言って小言言って帰っていったんですけど、何ですか。な、何、進行確認。なんだよ、こっちのセリフやで。ないんだ、なんだよ。あ、てんてん、あ、いわーく、いわーくかー、てん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 。いわーくさー、もうさ、指示待ち子が早く進化してくんないと困る、マジで。もうグロパンで押してくしかないか。ほら、ね、もう硬いんじゃ、硬いんじゃ、こいつ硬いんじゃよ。でーでー、痛い、痛いよ、もう嫌だ。うわ、コイキング20レベル進化か。まだまだだね。ロックカット、うわー、やめろー。うわ、やばい、ロックカットいいなー。てーてててーん、てーんててて、うわー、よしよし。敵だと強いのに味方にすると弱いわ。クソなの。シジマチコ20レベかー。ちょっとまだまだだなー、これ。このワンリキーたち207番道路であったよ。ワンリキー今回はまあいらないんですけどね。あ、びっくりした。なに。でんて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 でででででんてんてんてん、ゲンタワンリキー、めっちゃワンリキーじゃん。みんなワンリキー。まあワンリキーは別にね、イワークとかと戦う方がきついわ。あ、そうだ、りっちゃんの性格見んの忘れてた。忘れてた忘れてた。もうね、水ポケモンにすごい今のパーティー弱いっていうことだけをね考えてて、りっちゃんの性格見んの忘れてたわ。イエーイ。確かにりっちゃんめっちゃ気が弱いかもしんないしな。いただー、てーてーてー、よし、オッケーイ、オッケーオッケー、てれててーん。やはりうちのパーティーにコリンクは必須だったのかもしれない。よし、まあでも一回ね、パーティーに入れたら絶対変えるのがダメなわけじゃないからね。傷薬使っとこっか、ちょっとメスザルコに。うん、じゃあ性格見ますか。コウリツコ、頑張り屋な性格、物音に敏感。来ちゃったか。誰か守ってあげて。いや、でも、シジマチコが、コウリツコと仲良くて、あれだね。どうにかここがこう、仲良くなってくれるといいんだけど。ちょっとなんか、仲良くやれよ、みんな。な。仲良くやれよ。いいな。あ、この人じゃない？ちょっと見ててね。秘伝の技、岩砕きを使えばこんな邪魔な岩だって。おぉ。なになに？君もこの町のポケモンジムでジムバッジを手に入れば、これくらいすぐにできるさ。もっとも、ジムリーダーの僕に勝てないとダメだけどね。ご利用しするか。にょー！てん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 。うん、メイコ、血の毛多くて草。そうなんよなー。ラッシュイ、ラッシュイ来た、ラッシュイ、ねんねねーねんねねー。
らっしゃい。俺もグロパンでいいんじゃない。へいらっしゃい。ナイス、いいよ。てってでんてってでんてでん。てかあれだね、いつもさ御三家のうちのさどれかはさ最初のジムリーダー結構きつかったりするけど、今回はザルコがグロパンを覚えるおかげで結構立ち打ちできるね、ここら辺のタイプにも。ラッシュ。たーたーたー。いやほんと草タイプとか欲しいよね。お、引き立て子レベルアップ。いわーく。お、でも7レベじゃん。グロパンで今攻撃上がってるからね。やっちゃいなー。よし、いいぞ。てんてんてててて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 てててんてん。 BGM 良すぎ。BGM 良すぎなんだが。よーしー。お、たたたたん、14レベナイス。お、りっちゃんも9レベ。うん、メイコもね、メイコもレベル上げてちょっと技欲しいけどね。おー来た。おや、メスザルコの様子が来ちゃー。てんてんてんてーれんて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 ん、来ちゃ来ちゃー、進化だー。おー、おめでとう、もう飾る。メスコ、メスコじゃない、ザルコおめでとう。来ちゃー、やんちゃポケモン。天井や壁を利用して空中殺法を繰り出す。え、尻尾の炎も武器の一つ。へえ。へえ。あ、マッハパンチ。目にも止まらぬものすごい速さでパンチを繰り出す。必ず先制攻撃ができる。奮い立てるいらないね。捨てたね、これは。イエーイ、来ちゃー。テロリロー、やったー。スバルに報告しよう。いいね、スバルちゃん、あなたの脳内に声をかけています。僕のヒコザルはモーカザルへと進化しました。さようなら。おいおい、そんなこと言ってていいんか。お、なんか言ってる。こっち錦山来たからな。誰だよ錦山。誰だよ。まあまあ楽しみにしててくださいよ。じゃあな、錦山とジャスティンビーバー行くから。じゃあな。え、やば。え、やば、スバルちゃんもしかしてポケモンのトレーナーじゃないんか。コーチングしてんのか、スバルちゃんは。僕の知ってるポケモンじゃない。うわ、石つぶて。ジャスティンビーバーもいるらしいよ。お、マッハ使ってみようか。マッハパンチ。いや、かっこいいな。これあれだね、先手取られそうなやつとか HP があとちょっとの時とかにマッハパンチ打てたらいいよね。でも基本的にはグロパンでいいような気がするな。よーし、たーたーたたたたたーん、イエーイ。うん、メイコさん、念力とか覚えないかな。よし、じゃあ一回帰って事務戦クリアできるかわかんないけどやってみようか。お、ズバッと。タンタンタンタタン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 、キノコ。うん、いや楽しみだな。22時半ぐらいになったらスバルちゃんとね対戦をしようって言ってんだけど、もう対戦解禁されてんのかな。てっててん、対戦できたらいいな、スバルちゃんと。タララ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 ラ。よし、対戦はいつから解禁になるんだろうか。てん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 。あ、黒金ジム終わった後に通信解禁か。オッケーオッケー。そこまで行けたら、いいなぁ。うわ、超音波入っちゃった。いいね、ザルコの背中がたくましいね。これ行けっかなぁ。ザルコ行け。お前の心ならば混乱などに惑わされない。あ、案外本番に弱いタイプか。
本番に弱いタイプか、もしかして。いた、うわー、ザルコ、本番に強くなるんや。ちょおーい、ザルコ、お前本番にめちゃくちゃ弱いんじゃん。おい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 、めちゃめちゃ本番に弱いんじゃん。入れ替えよっか、さすがに。めちゃめちゃ本番に弱いタイプだった。テロリ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 、テーテテ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 。やっぱジム戦行く前にさ、つぼみーかコリンク入れといてもいいような気がするけどな。なんやお前らなんやお前ら、お前ら何を戸惑ってるんだ。こうなったら逃げるが勝ちじゃ。マジか、みんなみんな本番に弱かった、あまりにも本番に弱かった。こんなことになるなんて。うわー、てん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 、グロパンでいいかな。オッケー、やっぱスボミーかコリンク欲しいよな。でもスボミーを手に入れるんだったら、あれかな、テレポートはあれだもんね、別に街に移動できるわけじゃないもんね、確か。だーだーだだだ、ことぶきの上でスボミーはゲットできる、そうだよね。なな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 、なおいし、うん、スボミーかコリンクが欲しいですね。あまりにも水ポケモンたちに弱すぎるでも岩タイプにも弱いから、どっちかっていうとスボミーの方が欲しいのかな。あ、でもそうだね、ギャラドス、テレレン、テレポートポケセンいける、使えるとしたら最後に行ったポケセンに移動。なるほど、じゃあここでこのまま帰ってポケセンに寄りさえしなければすぐ帰ってこれんのかな。ちょっと行ってみるか、行くだけ行ってみるか。できればスボミーは白帯の森でゲットしたい、そっちの方がいいんだ。よし行くぞ、コリンクの方が進化しやすい、なるほど。ここで出るよねコリンク、203番道路。あ、図鑑で分布見ればいいのか。コリンク。いたいた。ぷんぷ。ここにいるね。ここいるね。よし。てか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 てん。てん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 。てん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 。コリンク行くか。オスでも入れよう。みんなオスでも入れるぞ。マッハパンチは威力40か。グロパンは同じか。だーだー。でも威嚇が来たらオスでも行きます。ハーレム行きますよ、皆さん。ハーレム行くぞ。シュ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 。あ、なんか野生でビッパミンの久しぶりな気がするなぁ。メスはきっと来ない。ほら、ハーレム行きます。よーし、主人公だね。ハーレムの中に、コリンクが一匹オスできたら、主人公だね。ててて、てててん、てててん。おら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 。さあ、来たまえ。ケーシーちゃんか。てんてんてん。てん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 。いのか、倒しきれんじゃない、さすがに。レベル4だし、ケーシー。ナイスー。よし。あの中だったら逆にいじめられそう。そうなのかな、そのコリンクによるね。惜しいぞ。
ペン。ムックルばっかり。誰かムックルをおびき寄せていない？あまりにも野生のポケモンムックルばっかり演歌するような気がするんだけど。でーねね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 ナイスー。そう、気の強い。でもね、リツコがいるから、最初にね、例えばコリンクが男だった場合、パーティーに入ってきて血の気の多い女たちに、ちょっとね、なんだろう、喧嘩吹っかけられても、りっちゃんが優しくて頑張り屋さんだから、いいんじゃない？あるじゃん、結構。ツンデレな女の子とか、結構さ、こう、性格がきつめな女の子とか、主人公最初は仲良くなれないんだけど、おしとやかで物腰が柔らかい女の子を介してそういうことも仲良くなってくじゃん。りっちゃんがこの物語の鍵となるに違いない。コリンクがオスできちゃった場合は。で、来たーコリンク！威嚇！威嚇！威嚇！はいはい、威嚇は？威嚇お願いします！威嚇お願いします！お？わーダメだー、威嚇ないー。威嚇あったらオスでもよかったのになー。威嚇ない。外れた。てれててーん。お、メイコレベルアップ。いいよー。オスだった場合はそういうね、なんか物語が展開されるだろうなって思ったけどね。威嚇をお持ちでない。威嚇をお持ちじゃない。てん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 。威嚇来ないかなー。うわ、いいよてててて ん, ててんててんいいステップ。何いいステップって。コリンクを待つステップ、 K ステップ。てん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 、ズバッとか。いや、もしかしたらね、色違いのビッパとか来ちゃうかもよこれ。でもさ、色違いって僕一匹しか捕まえたことないんだよね。なんか昔にね、ブラックホワイトだかで、バスラオっていうポケモンの色違い捕まえたんだけど、バスラオの色違いそんなにわかんなくて、変わんなくてさ、普通の色と。だからこれ色違いなんだ、と思って。一匹だけ持ってた。でん、そう、バスラオの色違いね、少しだけね、色が明るくなったかな、ぐらいだったんだよね。そう。だからあんまり見た目は変わんなくてさ、そう、光ったから分かったみたいな感じ。今作は4000分の1だからなくはない。でも色違いのポケモンってね、そう簡単に出てくるイメージないけどね。あ、来た、コリンク。威嚇、威嚇、威嚇はコリンクちゃん。はい、吠えてごらんなさい。はい、あ、来たー、来た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 来ました。はい、ハーレム決定。物語スタートです。トゥルン、テテン、カチッ、きちゃー、ハーレム確定ですね。ルート分岐、今までは女の子しか出てこないストーリーかと思われていたが、主人公決定です。筋肉の動きで電気を作る仕組みを前足に持つ。ピンチになると全身が光る。なるほど。初めての男だよ。初めての男。初めてのオスとかにしたいけど、一文字オーバーしちゃうから。日常アニメからラブコメに。どうしようかなこれ迷うね。ハーレム王。ハーレム王いいね。ハーレム王いいじゃん。いや、でもさ、みんなさ、まださ、希望を忘れてないか？男の子。希望を忘れてはいけない、みんな。この子は、男の子かもしれない。希望を捨てるな。で、ケイシーのテレポートで帰ればいいんだ。おう。シュルルルルルル。
ました。イエーイ。これでジムリーダーやりながら、ちょっとずつあのノコの男の子のノコでノコちゃんのレベルも上げていこうか。よーし。この子のあだ名はノコちゃんです。ノコ。さあ、事務戦行こっか。の前に、レポート。天才的レポート。オッケー。今日はあれかな、時間的にここクリアして、スバルちゃんと合流して、事務戦じゃないわ。ポケモンバトルできそうだったら、一戦やるって感じかな。ててんててん、てん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 。遠回りをしなかったんだ。その理由確かめてやるよ。いや、ノコのレベリングをね、ちょっとしたいので。あ、性格見よう。これ終わったら性格見よう。いいよ。どんな性格かな。案外本当にこの性格次第ではハーレムものになる可能性あるぞ。グロパンでいいんじゃない。でんでねーでーでんでね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 ー。そうだね、ザルコでガンガン行きたいね。スバルちゃんに今の進行度聞いて、いけそうだったらバトル、ダメそうだったら23時まで進めていくみたいな風にしよっか。ちょっと待って、聞いてみよう、スバルちゃんに。もしもし、スバルちゃんいますか。スバルちゃん、あのさ、黒金のジムが終わったら通信解禁らしいんだけど、どう、進行度的に。今ね、あの順倒しました。あー、じゃあ23時までお互い普通に配信やって、スバルちゃんが23時の時点で黒金終わってたら対戦にして、終わってなかったら今日は23時で終わりみたいな感じにしようか。あ、いいね、そうしよう。オッケー、オッケー。コメント欄がね、スバル 100% 無理って言われてるけど。いや、わかんないじゃん。わかんないよね、わかんない、わかんない。今も無理だって言われて、ジャスティン死んじゃったけど、あのポッカまでぶん殴ってわからないからね、ナイトのこと。大丈夫かもしんない。とりあえずじゃあ23時にまた連絡するわ。うん、そうして、ありがとう。オッケー、オッケー、バイバイ。なんでいった、諦めるの早すぎない。舐めないで、本当に。ミュートにして、ミュートに。あ、そうかそうか。怖すぎだから。怖すぎだから。みんな舐めないで、ちょっと。怖い。待って、なんか覚えた。誰が何覚えたって。引き立て子が影分身か。影分身いるのかな、これ。奮い立てるが案外使わないかも。でもな、奮い立てる使わないのはザルコだけかもなって感じだしね。そうだね、体当たり削って影分身にしよっか。スバルちゃんマジおもろかったんだけど今。舐めないでみんな。あー、めっちゃおもろい。よし、性格見よっか。コリンクのノコの性格は、ててんてんてて ん、 てん、冷静な性格、体が丈夫。なるほど、ちょっとなんかやっぱクールな、なんだろう、普通に男主人公な感じちょっとあるな、やっぱりキリトみたいな。これはみんな無理なんじゃない、不可避なのでは。ちょっとこれはもう普通に男なんじゃないか。みんなすまない。これはどうなんだろう。これは主人公体質な気するけどな。まだ諦めない。まだ諦めないか。てて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 、ドーン。ナイスー。クール系男の子の可能性。なるほどね。まあ、確かになきにしもあらずか。ててててー。お、ナイスレベルアップ。いわく。このまま行こう。
すごい、みんなめちゃくちゃ必死なんだけど。ほらー、ナイス、いいよ。全然ゴリ押せそうだけど、どうだろう。最後がなー、めっちゃレベル上がる。充電を覚えた。ナイス。よーし。ここで一回レポート取って、オッケー、行こうか。マスター、ショウ、ヒョウタ。ようこそ、黒金シティポケモンジムへ。僕がジムリーダーのヒョウタ。岩タイプのポケモンと共に歩むことを決めたトレーナーさ。さてと、君のトレーナーとしての実力、そして一緒に戦うポケモンの強さを見せてもらうよ。お、来たー、ジム戦。かっこいいじゃん、ヒョウタ。来たー。あ、すごい、モーションいいね。ラッシュ、ラッシュ来ました。曲好きし、曲かっこいいな。そうだね、グロパンでとりあえずゴリゴリに押しておけばいいんじゃないの。おら、オッケーオッケーオッケー、いいよ。これで攻撃を上げていく。ステルスロック、これってポケモン交換した時に足に食い込むみたいなやつだっけ。ちょっとわかんないや、ステルスロック。おら、押して参る。いいぞ。それでいいんだっけか、ストレスロック。まあ、ある意味ストレスロックではあるけど。いいよー。ノコもレベルが上がる。そのまま行こっか。せっかくだから。いや、グロパン神だねー。どりゃー、うわ、強ー、やばい。ザルコ一匹で、いけんじゃない。岩落としどう、余裕や。よ、あ、ジムリーダー、傷薬使った。だが甘いよ、どんどん僕の攻撃力は上がってるからね。グローパンチ、ふー、これはポッポ。よっしゃー、余裕や、イエーイ、強ーい。グローパンえぐ、グローパンしか勝たんやん。ズガイドス、そのまま行こう。いいのか、次のポケモンも同じように倒せるかい。覚えとけそのセリフ。覚えとけよそのセリフ。型破り、型破りってなんだっけ、急所に当たりやすいとかそんなんだっけ、忘れた。グローパンチ、おら、そのセリフ覚えておけよ。先ほどと同じように倒させていただいたが。よっしゃー、特性無視か、型破り、乱れひっかき。いるかなこれ、乱れひっかきか。攻撃も特攻も同じくらいだけど、まあ、5回当たったらまあいいかなみたいな感じなのかな。え、これどう思うみんな。ちょっと待って。よいしょ。うん。いらないよね。諦めよっか。いいぞー。よっしゃー。まあまさか鍛えたポケモンたちが。イエーイ、ウー、ナイス。イエ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 イ。あ、来たー、引き立て子。生きたてこの、生きたてこ進化です。きたー、ダン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 、きたー、ムクバード、きちゃー、ムクバード。森や草原に生息、グループが出くわすと縄張りをかけた争いが始まる。そうなんだ、生きたてこ、やっぱりグループでの生活に慣れてるんだな。え、ジムバッジを一つも持ってないトレーナーに負けちゃったか。そういうジムじゃないのここ。え、ジュバルだってさ、あれじゃないの、ジムバッジ一個も持ってないトレーナーだったんじゃないの。あいつ泥棒したんかやっぱり。君が強くて僕が弱かった、それだけだ。うん、ポケモンリーグの決まりではジムリーダーに勝ったトレーナーにバッジを渡すことになっているんだ。
さ、ポケモンリーグ公認のコールバッジ、君に渡すよ。コールバッジ。昔さ、このさ、あのバッジ磨けたよね、ピカピカに。そのコールバッジを持っていくと、秘伝技の石、岩砕きを使えるようになるんだ。お、技マシン76、ステルスロック出ました。これは僕が使ってるシールなんだ。シール？何？シール？技マシンを使えばポケモンに一瞬で技を教えられるよ。だけど一度使うとなくなるから、使うときはよく考えなよ。はい。セーブしとこう。今作も磨けるんだ。トレーナーカード。バッジを見る。どうやって磨くのこれ。磨き方わかんないんだけど。シールはボールにエフェクト。あー、なんかあったね。なんかいろいろもらったね。技マシン。ステルスロック。ステルスロックは、りっちゃんとザルコが覚えられるかな。りっちゃんにだったら覚えさせてもいいんじゃない？ステルスロック5個もくれたんだけど。あー、スイッチを携帯モードにすると磨ける。なるほどね。覚えとるわ、りっちゃん。あ、覚えてない。ロックカット覚えてるんだ。締め付けるいらなくない？威力15点。あー、でも4から5ターンの間相手を締め付け攻撃できるだって。そうだよね。ステルスロック、対戦の時だったら使えそうだよね。締め付けるいらないか。オッケー。5個もあるしね。イエーイ。行こうか。お邪魔しましたー。ふぅー。レベルで覚える。何？なぬ。なぬ？なんだって？一応ポケセン寄ってくかー。てん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 。いやー、いいですね。楽しい、ポケモン。いやー、ちょっとね、賛否両論あったけど、コリンクもパーティーに入ったしね。本当に賛否両論あった。入れないでーっていう声とね、炭鉱に行きたくなります。入れないでーって声もあれば、まあ、しょうがないねという声もあり。いろんな賛否両論がありましたねー。これはあれかな？おいおい化石を復元できるようになるよっていう感じか。よし。しかもね、まさかのクール系だからな。もうがっつり、主人公格だからね。次に行くのは？あれ？まだでもさ、黒金シティにバッチ立ってるね。次の冒険に向かおうにはなってるけど、なんかまだ、ピン立ったままだね。うん。こっちは207番道路。あ、まだピン立ってる。なんかあるんか？トゥン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 。なんだ？あ、あ、なんか来た。ドン！なんだよ。おっと、おかゆ、ジムバッジもらえたか。次のジムバッジもらえるの、白帯シティのポケモンジムだろ？おう。で、207番道路に行ったけど、自転車がないと通れないのな。まあ、ポケモンを戦わせて鍛えたからいいけど。でさ、俺、ことぶきに戻る。次は白帯のジムバッジ。はぁーって数えられるか。なんだよ。なんだよ。行っちゃったなぁ。あ、岩砕きしてみる？これで、岩砕きを選択すると多分岩が砕けるってことだよね。野生のビッパが。ちょっと待って。野生のビッパがなんだって？野生のビッパが助けてくれたみたいな書いてたね、今。めっちゃ面白いじゃん。何？何事かと思ったわ。ここね。オッケーオッケー。野生のビッパが手伝って岩を砕いてくれるんだ。普通に A で砕けるんだ。オッケー。すごい、優しいな。なんで野生のビッパーは僕たちの目の前にある邪魔な岩を砕きたくなるんだろう。
なんか電波みたいなのでやってくれんのかな。こうでビッパを洗脳するような電波が出てて、それでビッパが手伝いをしたくなるような何かが出てんのかな、やっぱ。何ここ、なんかすごいいっぱい入り組んでる。あ、野生のビッパが手伝ってくれました。めっちゃおもろいやんけ。一回セーブしとこう、もう一回。よし、悪の組織じゃねえか。これ何？あ、チャリ乗ってる。自転車でスピード出してそこの出っ張りに乗っかるとすごく気持ちいいのよね、だって。これあれかな？自転車もらってから来た方がいいのかな？ちょっと自転車先に取りに行こっか。ことぶきで自転車もらえそうだから。あー、コダックだー。え、でもコダック捕まえるんだったら、別に、ケーシーと、マチコいらんくなるくない、これ。いやでもマチコはドラゴン入るから、まあ考えようとして、コダック欲しいな、これ。オスだが、オスだけどちょっと欲しいなね。水とエスパー両方ね揃うしね。あ、いいよ、いい根性だ。しかもえ、ドラゴン入んないの？ドラゴン入んないのか。コダックでもいいな、じゃあ。いけーい。じゃあ、あれだな。マチコとケーシー外して、ユメコ外して、コダックの方がいいかもね。いいじゃん。コダックゲット。ポポポポーン。コダック名前変えたいね。来た。たたたたたた、コダックもエスパー入らない。え、コダックってエスパーないんだっけ？あの、進化すると。不思議な力を持っているが、使った時の記憶がないので、いつも首をかしげている。そっか。ゴルダックエスパーないんだ。エスパー技はあるけど、タイプとしては水だけなんだ。なるほどね。そこ悩むな。だったらマチコの方がいいような気もするけどな。マチコで行くか。名前は一応、オスなんだよね。水エスパーはスターミンか。そうだね、マチコの方がいいかもね。じゃあ、どうしようかな。覚えて。覚え。な。こ覚えない子。あ、すごい、手持ちにもいられるんだ。とりあえずボックスに覚えない子は入れておきましょう。あ、オスだった。待って、オスやんこいつ。僕もド忘れしたんだけど。ちょっと待って、オスやん。怖い。今までのパーティー全員こうつけてるから、自然にこうつけちゃった。やっちんちんなんだが。なか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 な。ビッパー。ポペオー。てんてんてん。てん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 。てーれー。僕が覚えてなかった。僕が覚えない子です。よーし。たたたたたたたんたたたたん。この上のアイテム欲しいなぁ。普通に取り逃しか、これ。普通に取り逃しじゃん。普通に取り逃しなんだけど。ただいまー、ことぶき久しぶりじゃん。ちょっと回復していこうかなぁ。ウィーンウィーン。よし。自転車はどこでもらえるのかなぁ。ぬんにゃらにゃんにゃらにゃら。おいし。うん。これじゃないわ。おいし。にゃん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 。ちょっとマップ見よう、マップ。うん。
ここに一応ピン立ってますね。コトブキシティに戻ろう。ふん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 。コトブキシティに戻ってきたよ。ここでなんかもらえるイベントみたいなのが起こるのかな。てんて、おかゆさん10時半です。さっきね、スバルちゃんと通話して、スバルちゃんがなかなかね、まだ事務線行けそうもないから10時半だと間に合わないので11時まで、23時までやろうってことになったんだよね。あ、なんかやってる。え、おお、かゆか、良いところに来たな。このおかしな連中がよくわからないことを言っておる。ちょっと懲らしめてやれ。え、これは困ったポケモン博士ですね。我々はお仕事としてお話ししているのです。あなた、我々に研究の成果をよこしなさい。そうしないとあなたの助手、痛い目に遭わせます。おかゆ、一緒に戦ってく。後期、後期となら一緒に戦うよ、僕。来ちゃー、銀河団。銀河団の女の子かわいいよな。ズバットとケムッソ。ケムッソ懐かしい。お、ナエトルとザルコ行きます。あ、まだナエトルなんか。ごめん、今シンプルにマウント取っちゃった。ケムッソ任せて。うちはもう進化したけどね。BGM かっこいい。デンツデンツデン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 。銀河団戦めちゃくちゃかっこいいな。下に G って書いてるし、なんだかんだ初めてのダブルスバトルだしね。キノコ行くか。曲かっこいいね。任せな、コウキ。僕がキャリーしてあげるよ。いいね、ナイスー、イエーイ。ほー、これはいけません。作戦大失敗です。イエーイ。ほー、仕方ないです。ここは引き上げます。なぜなら銀河団はみんなに優しいからです。なんだ。不思議な団体だな。銀河団とか言っていたか。確かにポケモンが進化するとき何かしらのエネルギーを出しているのかもしれんが、それは人にはどうにもできぬ神秘の力だろうな。なのに銀河団はそれを使って何かをしようとしていたようだ。うんうんうん。あ、ナエトル進化レベル18なんだ。お前にポケモンと図鑑を託して正解であった。おかゆ、博士はポケモンの進化について研究しているんだ。なんでも博士の研究だとポケモンの 90% は進化に関係するんだって。意外なポケモンが意外な進化をするかもね。ということでおかゆ、博士の研究のためにもポケモン図鑑頑張ろうね。うん、なるほどね。え、誰。え、誰。なになに今の。あんたすごいやん。あの兄さんたち、えらい格好してはったけどコテンパンにしてたな。うちほんま胸がスカーってしたで。うちこの先のヨスガシティでパソコンを管理したりしてる水木言うねんけど。あー、持ち物のボックスの管理してくれてる人か。うん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 。ボールカプセルをあんたにプレゼントするわ。ボールデコが使えるようになった。ボールデコでシールをやってデコレーションするんやけど、それを好きなポケモンにボールにつけてあげると投げた時に綺麗に弾けんねん。いいねー。コンテストでシールを使うとすごく有利になるんだ。ちょっとやってみたいね、ボールデコ。カプセルをどうしますか。シールを貼る。あ、すごい。すごいじゃん、これ。これいいね、ハート系。めっちゃいいじゃん。なるほど。20枚までつけられるってことか。これ何？細かい岩の結晶がぐるっと渦巻く。いいね。ちょ、デコりまくるか。散らしていこう。これは何？パーティーシール。これちょっともうちょっと話した方がいいかな。ちょっとこれで、この中に、つけるポケモンを選ぶ。あ、覚えない子いますね。メスザルコ、じゃあつけとくか。はい。楽しみ、これ。再生して調整できる。なるほど。モード切り替え。モードを切り替えると貼っているシールが全て剥がれます。そうなんだ。回転。あー、裏面もできるんだ。
へえ、シールを貼る。ほんとだ。え、すごいなこれ。裏にもいけるんだ。裏に貼るとこれどうなるんだ。へえ、ファイヤーシール。これでじゃあ、あ、再生これか、スタートボタンか、プラスか。あー、なるほどなるほど。ちょっとやってみようか。プラス。なんかごちゃってしてたけど。ちょっとあれかな、その統一感あるくらいの方がいいのかもね。あんまりごちゃごちゃするとなんか大変だから、もう案外シンプルにこのぐらいでいいんじゃない？どう？あー、ほらほらほら、あんまりね、ごちゃつかない方がいいんだよ。あー、なるほどね。結構ごちゃ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 ってなっちゃうから、そういうことね。ちょっと待って、難しいなこれ。難しいな。リストが X ボタンで選べて、で B ボタンで、わからんくなるな。とりあえずこれでいっか。ごちゃごちゃだとコンテストで不利なんだ。コンテストやるときにもうちょっときっちりとさ、あれだね、やりたいですね。考えて貼りたいね。今回はじゃあとりあえずこんなもんで。あ、白帯シティが、ここだね。で、ここが白帯シティに自転車がないとダメって言ってたから、上から行けばいいのかな。行きますか。お父さんにもらったポケモンで勝つぜ。ほえー。ねねねねねん、ねんねんねん、ねねねねねん。コイキング来ちゃー。うん。メスザルコ行きなー。先生の爪取った？え、先生の爪どこでもらえんの？欲しい。テレビ局かどっかで先生の爪ってもらえるんだっけ？お父さんもっといいやつあげて。あれじゃない？釣りする人なんじゃない？お父さん。なーなななな、ムックルか。ムックルはまあ普通にね。うん。先生の爪は先生からもらうんだよ。先生ってあれか、ポケモンの学校みたいなところでもらえるのかな。そうそう、トレーナースクール。よっしゃー、スクール行ってみようか。オッケー。育てる楽しみを奪わないいいお父さんなんですよ。なるほどね。確かにそうかもしれない。こうそんなにね、最初からめっちゃ強いポケモンを与えるんじゃなくて、自分で育てたり可愛がったりする、捕まえたりする楽しさを知るくらいの強さのね、あれなのかもしれない。ポケモンスクールってここじゃないのか。先生の爪欲しいぞ。右のマンション、右のマンション、これ入居者募集のところ。ねん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 、先生の爪くれ。ポケッチ、きょう、かわいい。あ、これだ。イエーイ、ありましたー。ナイスー。誰に持たせようかなー。足が遅い子。え、ちょっと待って。強さを見るねー。素早さが30、31。あー、でもメスザルコに持たせといたらいいんじゃないかなー。先生の爪って必ず先生取れるわけじゃないし、確かね、そうだよね。メスザルコも性格のあれでちょっと素早さ下がってるから、ザルコでいいんじゃない。そう、確定で速いわけじゃないからね。余裕持ってザルコ行ってきまーす。ひゅー。お、ミニスカート来たな。テレ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 、メイ、スボミー。ここスボミー取れるんだっけかね。スボミーホッチー。スボミーホッチーなー。てててててててー。おー、スボミー欲しいんだよなー。テレビことぶきにも行った方がいい。
なんかいいもんもらえんかな。行ってみようか。つぼみー欲しいな。つぼみーちゃん可愛いもんな。よし。ウィーン、ウィーン。こういうドアの SE 真似したくなるよね。取材。ちょセーブさして。セーブさして、セーブさして。取材で全然戦わすのはいいんだけど、突撃取材。てん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 、 BGM が本当に懐かしい。アキコ、かわいいね。ペロップだー。ペロッポー。 DS でね、おしゃべりを覚えさせられることで有名だったペロップ。てんてでーん。あ、ちょっと強いな。え、強くない？挑発。え、強いな。グローパンチ。トラー。うわ、硬っ。たーたらら。こいつさ、鋼入ってなかったっけ。あ、来た、先生の爪。入ってないわ。鋼入ってたかなーと思ったけど、入ってなかったわ。記憶がやばい。だったらグローパンの方がいいか。てれれてれれてれー。テレレ、ペラップ懐かしいね。ほら、にょ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 。ジムリーダーより強い。いや本当にめっちゃ強い。タタ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 タ。あー、泣くな泣くな。ほい。うわ、硬くない？ペラップ、なんだかんだでいい感じのパーティーになってきたような気がするね。そうだね。ノコが入ってきてくれたおかげでって感じかな。にしてもちょっとあれだけどね。もうちょっと草タイプとか一匹入れたいけどね。入れるとしたらりっちゃんリストラかな。マチコは進化すると考えて。あ、竜の息吹。うわ、強そう。りっちゃんリストラかなとか言ったら竜の息吹覚えた。めっちゃいいじゃん。撃ち落とす。石や弾を投げて飛んでいる相手を攻撃する。だったら岩落とし捨てでいいかな。竜の息吹良くない？あー、 C が低いからいらない。特攻13。りっちゃんかな。りっちゃんがリストラかな。もしいなくなるんだとしたら、りっちゃんがやっぱりリストラかな。悲しいけど。さようなら、りっちゃん。てててて。でもね、りっちゃんの他に欲しいポケモンが来たらだからね。来なければりっちゃんは健在ですからね。どうだった？インタビューは体当たりだからね。そうなんだ。そうなんだ。抽選コーナー。あ、引きたい引きたい。レポートくじ。おお、あ、外れた。これ全然当たったことない。ふんふん。レコードね、シール貼ってあるよ。うーん、上がってこっか。 BGM いいね。なんかかわいい。今日のドレスにどんなアクセサリーつけるかすっごい迷っちゃう。いいね、めっちゃテレビ局だ。テレビ局全然行ったことないけど。ファイヤーシール C。シールもらったー。いいね。これさ、豪華猿似合いそうじゃない？これちょっとさ、シールすべて剥がして、さっきもらったシール貼っつけるか。あ、かっこいいじゃん。ファイヤーシール C。これですね。え、かっこよさそう。再生。どう？いいね。これありですね。これめっちゃあり。これでいこう。かっけー。赤も似合いそうだけどね。あー、なになに、誰、なに、こいつはまだ調整中なんだ。なにこれ、いつか使えるようになるのかな。グループ同士のランキング、へー、ランキングって面白い。だってこれもいつか使えるようになる感じなのかな。
グローバルランキング。なるほど、なるほど。ほうほうほう。テレビプロデューサー。意見？いいよ。意識調査。何？趣味の水やりと土いじり。君でいいとも。シールクラブ。みんなハッピー Wi-Fi 通信。なんだろうな。シールクラブかな。そんな番組が好きなんて業界通だね。あ、シールもらった。やったー、やったよー、シールもろたで。何、みんなハッピーをもらえばよかったの。欲しすぎて。あ、また聞かせられんのこれ。あ、そんな言葉を知ってるなんて。うん。お、なんか来たよ。もらえるようにしておいてあげるよ、だって。なんかもらえんの、これで。これであれかな、ショップとかに行ったら贈り物もらえんのかな。君の活躍は、このテレビ局から全世界に広がる。エレベーターで帰ろっか。メニュー？あ、不思議な贈り物。あ、インターネットで受け取る。はい。はい。おー。はい。お。え？マラフィーの卵？おー！あ！え？すごーい。卵もらっちゃった。すごーい。マナフィーの卵。めっちゃすごいじゃん。お、また降ってきた。なんだ？なんか光ってる。光り輝いている。プラチナスタイル。へー。もらいました。これであれなのかな、全部受け取れてんのかな。服を変えるのはまだできないのかな。あ、贈り物を確認する。これか、受け取ってますね。これでさ、あれかな、パソコンの中に卵が入ってんのかな。服はまだ着替えられないんだ。りっちゃん解雇決定。りっちゃん解雇決定か。ちょっとマナフィーの卵を持って歩こっか。もうりっちゃんのリストラの話してたら、早速リストラか、りっちゃん。りっちゃん。ボックスいつでも見れる？ボックス見たーい。あ！これ？え、すごすぎるんだけど。移動する。りっちゃん。りっちゃんすまねえ、すまねえ、りっちゃん、りっちゃんすまねえ、すまねえ、りっちゃん、りっちゃんすまねえ。これ卵がさ、あれかな、何歩で帰るとかはさすがにポケッチじゃわかんないか。うん、わかんなそうだね。うん、わかんなそう。りっちゃんバトルしなかったね。ほんまやで、りっちゃーん。りっちゃん。いやーでも、うかが楽しみだね。ここは荒れた抜け道。洞窟に岩があって先に進めない。お、任せな。任せな。荒れた抜け道。毒消しー。てん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 。一応ね、配信の前に、ルールどうするみたいな話してたんだけど、伝説のポケモンとも戯れたいから、伝説はオッケーにしようかみたいな話してたんだよね。だからこれ、マナフィーの卵帰っても全然使ってもオッケーって感じなんだよね。うん。ね、なんか手に入れた。岩石封じ。あ、いいね。岩石封じ。岩の攻撃か。メスザルコ。まあでもまだ保留でいいかな。メスザルコ結構技が今いい感じに揃ってるからね。よし。
おお。お、君は戦うタイプかい？いろんなポケモン育ててる？同じタイプのポケモンばかりだと苦手なタイプのポケモンが出てきたとき大変だからな。それはそう。それはそうだね。お花の香りに包まれて楽しく勝負しましょうね、だって。イエーイ。いいですね。あ、いい匂いしそう。漂ってる。アロマな香り。アロマなお姉さん。いい匂いしそう。いい匂いしそう。いいなぁ。キノコ。いいね、アロマなお姉さん。いいじゃん。めっちゃいい匂いしそう。めっちゃいい匂いしそうじゃん。チェリンボ！チェリンボ懐かしい。あれじゃん。太陽の光を浴びるとさ、花咲くやつだよね、進化したら。かわいい、チェリンボー。ナイス。急所に当たった。いいね。容赦なく燃やしてて草。容赦なく行きますよ。てて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 て。そうそうそう、桜っぽくなるやつ。眠気覚まし。いいね。眠くなる可能性があるんか、この先。ねえねえ、虫ポケモンのことどう思ってる？なんだ急に。なんだよ。なんだよ。虫ポケモン？なかなかうちの面接をくぐってこないタイプだとは思ってるよ。ころ、そうそう。この子のことだよ。何回も面接はしたんだけどね。うちのパーティーに来たいなら、この火の子を超えてからおいでって何回も言ってんだけどね。うらぁ！残念でした。よーし。ケムッソ！虫ポケモンはね、僕たちのパーティーとはちょっと相性が悪いのかなっていう感じはするよね。僕んとこのパーティーはさ、水ポケモンとかに対してはあんまり強くないけど、虫タイプにしては、虫タイプに対してだけはもう本当に強いパーティーだからね。これでも勝ってくらい。イエーイ、ナイスー。あ、ダブルスじゃないこれ。あ、来た。かわいい。私たちクラスでも一番強いんだよ。こんなやつ一撃だよね、サリー。なんだろう、サリとソリとかかな。ダン、ダン、ダン、ダン。双子ちゃん来ました。サラとサリ。そっちね。あー、バチリスかわいい。うわー、かわいい。ザルコと、タテコ行きます。いいよー、タテコいいよー。威嚇していけー。いいよ、タテコ。こんなかわいいポケモンたち、のしちゃいなー。たーん、得意でしょ、君たち。君たち得意でしょうよ。うらー、いいよー。タタ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 タ、いいよ。私たち可愛いだけのポケモンに興味はないのみたいな、そういうチームだよね。そう、可愛さとは強さよ。可愛いとはまさに強さのこと。可愛いだけのポケモンは可愛くないわと言わんばかりのグロパン。お、いいね、先生の爪。マッハや、こっち。ター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 タ、べし。甘えてきやがった。この2匹が最も嫌いそうな技、甘える。攻撃の技ばっか持ってると思ったら甘いのよ。私はね、火の粉も持ってんのよと言わんばかりの火の粉。強いなぁ。すごかった。すごい戦いだった。お、レベルアップ。ナイスー。てー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 。そんなー。残念だったね。強気。あ、モンスターボール発見。お、種マシンガンいいね。ただ使えるポケモンいないんじゃないの？ここら辺何のポケモン出るんだろう。あんまり見てないかもね。てん。あー、スボミー来ちゃう。スボミー捕まえておきたいな。
でもさ、スボミー入れるとしたら誰外したらいいんだ？マナフィーは卵が帰るまでとりあえず連れて行きたいし、案外スボミーいらないんかな。これスボミー入れるんだったらあれなんだよな、ノコが別にいらないのかなみたいなとこはあるよね。いやー、りっちゃんはもう外れました。メイコいらなくなっちゃうのかな、そうなったら。そうだよね。マチコはさ、レベル上げて進化させたいなって気はするんだけど、マナフィー使うならマチコを外す。確かにマナフィー使うんだったらマチコいらんよな。え、だったらマナフィーいらないかもしんないな。これ待って、一回普通にモンスターボール投げるか。ほい。確かにマナフィー使うんだったらマチコいらないから、マナフィーいっか。マナフィーいっか。もうマチコかマナフィーかみたいな話だもんね。マチコは配信外で卵を孵化させるとして、とりあえずスボミーパーティーに入れといてもいいかな。どうしようかな。スボミーは面接いらないのか。そうだね。欲しいからね。どうしよっかな。スボミーは、どうしよっかな。これ迷う。スカウト組。そう、こっちが欲しかったからね。転ぼうし泣いてる。どうしよっかな。あ、いいね。花咲くから、両蘭子とかいいんじゃない。両蘭ってどういう意味、ちなみに。百花両蘭っていう言葉がさ、知ってるからあれだったけど、両蘭の意味わかんないかも。両蘭意味。入り乱れた様。あ、いいじゃん。両蘭子にするか。ラリ。両、ランコ、かきくけこ、ランコ。手持ちに加える。さらばスボミー。スボミーじゃない。さらばマナフィーの卵。あ、そのタウン、お花いっぱい咲いてていいね。そしてもうすぐ23時になるんだけど、スバルちゃんはどこまで進んでるかな。23時になったらちょっと連絡してみるか。スバルちゃんどうみたいな。戦えそうですかみたいなね。あ、今事務戦やってんの。じゃあ戦えそうだけどね、ワンチャン。あら、あなた、ポケモンと一緒に冒険？きっと素敵な思い出になるわ。ありがとうございます。楽しんでますよ。グラシデアの花。昔からね、この辺りではありがとうって気持ちを伝えるときに、グラシデアの花をブーケにしてあげていたのよ。へえ、なんか聞いたことあるかも、グラシデア。甘い蜜の香りに誘われてきた僕、まるでポケモンみたいだな。素敵なのか素敵じゃないのか。お、なんかいるぞ。我々銀河団が花畑で仕事。なんかかっこよくないよな。そう言うな、これも仕事だ。だけど虫ポケモンとか草タイプのポケモン苦手。やっぱりいるのは嫌だな。そうなの？なんで？なんでなんだろう。あー、シェイミの花か。はい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 。一旦ここでセーブしとこうかね。よし。じゃあちょっとスバルちゃんに連絡しましょうかね。スバルちゃん、そろそろ時間だけどどうかな。お、ちょっとね、今ね、事務戦。あ、じゃあ、それが終わったら、あれかな？できそうな感じ、対戦。勝ったらできます。あああ、なるほど、ね、なるほど、なるほど。そうなんですよ。勝ったらできるんですよ。スバルちゃんの方、ちょっと見たいな。画面鏡してよ。OK。
じゃあこうして、うん、画面でどう見えてる、音出す、あ見えてる見えてる、ちょっとね今ねエースしかいないという状況なるほどなるほど、状況で頑張ってますね、なるほどね、だからもうエースに全てをかけて挑んでるわなるほど、ね、なるほど、頑張れー頑張れー、え音バグってるらしい、ちょっと待って、オッケー大丈夫か、あオッケーオッケー、これをね、うん、こうするわ、オッケーオッケー頑張れー、それをじゃあクリアしたら対戦や、はい、いやエースでいくわエースは常に先頭に出ています、あすいません。ニワークってさ、うん、こいつあれじゃん、ピカチュウにさ、スプリンクラーでやられたっけよ。そう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 。まあ、サトシが、ピカチュウでゴリ押してるからいけるだろ、水鉄砲で。確かに。サトシの理屈でいけばいけそうだね。サトシ理論でいくとな。確かに、それはそう。オッケー、いけますなんだこのニワークの頑丈。頑張れー。もう一発と、たけしもな。もうやめろって言った後の出来事だったから対応できなかったなんか回復してんですけどたけしはしなかったね、それはね確かにさとしは避けろだけで避けさせたからな、たけしはしなかった、たけしは回復しませんでした、たけしはしなかったな、それ、オッケー、エースがレベル上がったわいいぞ、何ズガイドス初見、ポケモン入れ替えますか、いやエースのままでいく、頑張れー。お、次のポケモンも同じように倒せるから。花山薫みたいなこと言い出した。なんだこいつ恐竜じゃん、型破り。頑張れー。え、今なんて文章ですよ、もうちょっと待って、もうわかんないから。とりあえず、まあだって、岩だろ、水でぶつぞ。頭突き。まあ相性はいいしね、タイプは。あなにこのセリフ、まだまだ諦めない、なんかカットイヤーいた、ちょっと待って、これは安牌狙って一旦回復入れるべき待って、でも回復入れたとしても先制取られたら死んじゃうよね、これ落ち着け落ち着け死んじゃうからジャスティン出して生贄一回ジャスティン出して転がる、いや体当たりとかさせてちょっと削って最後エース出して、バカ錦出すわけないだろお前、バカがちょっと錦出すそれがいいだろそれが確かにね、身代わりにするだけなら錦良さそうだけどねバカ身代わりとか言うな、錦も頑張って生きてるから錦一回挟む、バカバカ信じなよお前、錦頑張れー頑張れー、ジャスティンを一回挟みます、これはドキドキだな、エース戻れ、そうエースにしたからさ、戻れエースが捨て出るっていう、やばいよねこれ確かにお、頑張れー、うわあ耐えた耐えた今のうちに回復だちょっと待って、これとちょっと待って、これで、え、ここでバックで傷薬をエースにあげるってことですか、そうだよ、ジャスティンはもう肉壁としてそんなひどいことするんですかえ、スバトモはなんて言ってる、スバトモは、いや、スバトモもジャスティン犠牲にしてエースって言ってるけどちょっと待って、うんうん、本当にごめんなんだけど、ジャスティンあれなんよ、あのもうこういう場で3回全部死んでる、あ、すいません回復しますねえどうしよう、ごめんジャスティンポケモンセンターで復活できるよポケモンセンターに行けば大丈夫だよ、バカお前、ジャスティンだって生きてるんだぞ死んでないよ、瀕死だから、すごいバカバカ辛そうに横たわってるだけだから今見た、さっきのフラーってジャスティンが倒れる瞬間あれもう3回見てるの心が張り裂けそうなの、さあエース頑張れ、耐えろよエース、耐えろ耐えろ耐えろ、オッケー、お
おーおめでとう。やったー、ありがとう。やったじゃん。やった、バトルできるよ。やったー、バトルできるじゃん。できるよ。いいね、ちょっとバトルの準備するか、密かにして。おめでとう。新しく黒いものだし、ありがとう。え、何匹にする？え、何匹だろう。フルパーティーいけんのかな。通信の仕方がいまいちわからんのよな、まだ。え、なんかあそこ行ったら通信できんじゃない？下のやつ？そう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 、はいはいはい、ちょっと行ってみるわ。おい、なんかひょうたがジムバッジ一つも持ってないとか言い出したんだけど。あ、スバルちゃんがね。うん、あ、スバルが、あ、そういうことが、持ってない、トレーナーに負けちゃったか、先生。そう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 、君が強くて僕が弱かった、それだけ。どんだけ屈辱だったんだよ、スバルちゃんに負けんの。なあ、ひどいやろこれ。バッジを渡すことになってる。コールバッジ君に渡すよ。ありがとう。ちょっと待って、なんか顔がプリントされてんだけど、こいつらが出てくるってこと？コールバッジもらった。おめでとう。いわくだけを使えるようになる。いやでもやっぱりね、あそこでジャスティンを倒さない選択ができるジムリーダーになりたい、うん、ジムリーダーじゃないわ。じゃあ、なんだっけ、何目指すんだっけ。チャンピオン？あ、そう、チャンピオンになりたい。なんかシールもらったわ。おめでとう。ひょうたが使っているシール。はい。はい。そうだ、トレーナーになる。はぁ、すごい。これで多分ポケモンセンターの下から、通信いけるんだよね。オッケー。で、一応さ、うん、グローバル通信みたいなやつでパスワード書いたから、それ貼っとくね、チャット欄に。オッケー。多分これでいけると思う。一回、ジャスティン回復させるわ。オッケー。オッケー。ちょっとなこのままじゃ壁のジャスティンになっちゃう。肉壁のジャスティン。ニスイ。ジャスティンね、ジャスティン、しかも、ああ、言わんとこ、今からバトルだから。楽しみ、バトル。いや、うちのジャスティンは強いよ。マジで。でね、通信するとき、一回画面、一回消して、みんなにね、消して、番号を打ったらいいかも。これ消して。楽しみやな。あれ、どこでやるんや？ポケセンのね、地下だね。ポケセンの地下。うん。よいしょ。ああ、ポケモンやばいわ、なんか。何？もうなんかすごい汗かいた。楽しかったけど。まあ、ちょっと白熱するよね。うん。それはそう。ほんとだ、地下格闘技場が空いてる。そう、わ、ユニオンルーム懐かしい。これ昔からあるんだ。なんかね、ダイパーはわかんないけど、うん、リーフグリーンとかの時はあったね。うん。画面見えてると。大丈夫か。あ、これはね、今説明だから。なるほど、うん。で、そのね、左の方に話しかけると番号で、合言葉でみたいなやつ出てくる。なるほどね。うん。左？そう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 。こいつか。うん。消して。よし、楽しみだ。こっちは画面つけても大丈夫かな。よいしょ。うん。合言葉でにして。めちゃめちゃ文字多いじゃん。え？はい。そう、打ち込める番号めっちゃ多いんよ。すごい番号多いんだけど。そうなんよ。ちょっと待って、スバルこれちゃんと。あ、よしよし。スバルちゃん来るかな。レポートして。ワクワク。打ってる時に喋りそうになる。わかる。いやでもね、初ジム突破おめでとう。ありがとう。肉壁しか勝たんだったね。いや肉壁バカ。今肉壁なんかだね。肉壁しか勝たん。あいつは世界を救う存在なんだよ。これから。そっか。なんか来た。あ、あ、これか。これスバルちゃんか。これお前言うんですか。あ、これだ。映していいの。あ、いいと思う。これどうやって対戦するんだ。ちょっと待って。確かに話しかけられなかった。なんだこのだだ広い空間。対戦、あ、間違えた。
声かけれないよね。ちょっと待って、あれなの、髪型変えた、イメチェンした、え、なんかねキャラ変わって見えるね。対戦シングルバトル、お、話しかけれる、あ、来た、こんにちは、こんにちは、スバルです。お、おかゆです。よし、やるか、よし、やろう、来ちゃー、で、はいかな、はい、お、じゃあこっからスバルちゃんの画面見ないから、オッケー、じゃあスバルも見ないわ、オッケー、よしよし、チーム選択、チーム選択、なるほどなるほど、バトルチームを選択してください。あ、なるほど、手持ち、なんで切れる、一応フルパーティーでいいんじゃない、オッケー、これじゃあこれでいいか、はい、お、参加するポケモンを選んでください。あ、来た来た、あ、見えてる相手のポケモン、なるほど、お前強っ、ちょっと待って、あの、お願いなんですけどでもほら、相性悪いから僕、スバルちゃんと、そうか、うわ、お前あれもねえ、ユンゲラー持ってる、お前もしかもいや、使い物にならないからユンゲラおい、使い物にならんとか言うな、まだまだあれ、テレポートしか覚えてないから、そうなんだ、そう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 、なかなか使い物にならん使えるポケモンめっちゃ少ないな、ポケモンは使える使えないなんてないんだいや、まあでも肉壁要因に、肉壁、お前見損なったぞおかゆそんなやつだと思わなかったあの時ピカチュウのなんかあのなんだっけ、水車のあれを見て何、ピカチュウの水車、あー発電するやつ、水車のトレーニングを見て、はい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 、うわーってなった、あの時のおか、男の子、いや僕はね、マチス側だからね、え、何さ、電気使ってんの、いや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 使うよそりゃ、何、残り60秒60秒、やばいやばい今のうちに、さあどうするんだポッチャも可愛い、どう和解できそう、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、エース戻らせてるからあ、ビッパじゃん、ジャスティン、ジャスティンです、うらー、あ、なかなかだね、イエーイ、どうしよっかな、うーんと、いい戦いしそうじゃん、舐めないでほしいね肉壁として活躍してるって言われてるよやめてくんない、うちの子がマッチ強いから、大した大したことないな、いやいや転がるね、舐めてもらって困るわけ、マジだって、だって待って待って、ねえ待って、ガジ、残り60秒で慈悲なくない、まあ1分もあればって感じじゃない、ね、戦闘曲かっけー、ちょっと待ってよ、トゥル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 そんな技持ってません厳選しなかったんですか、厳選とかやってんのライン超えてるよ、ちょっとあの本当にあのシングル、え、待って、うち技出した、今うちの子今ひるんじゃったんですよね、ひるんでの優しい子なんです、うちの子優しい、もういけ、いいよ、あ、噛まれた、えらい、あ、急所入った、うわ、ひるんだ、最悪や、やりやがったな、いや、ビビちゃんやるときやる子だから、やるねえ、偉い、ビビちゃん偉いよ、かわいい、やるねえ、うわ、なんかあっちに取られるな、あー、よしー、やられた、同速っぽいな、これ、まあ優しい子なんでね、やっぱり今泣きながら噛んでますよ、同速なんでどうしようかな、ここはもう力でねじ伏せるか、ねえ、楽しいそんな戦い方して、見て、うちのエースの名前見て、メスザルコ泣いてるよ、
くっそー。いや、決死の一撃を放て。おい、メスだろ、ペンコ。ねえ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 。かわいそうだって思わない？思わないねえ。もう、どうすりゃいいの？いや、でも僕も戦闘用意めっちゃ少ないからな。いや、ここはかけるしかない。いけーす！来んのか？初期スバル。エースいけ！来たねえ。初期スバルじゃない。どうなのかなぁ。エースだ！うらぁ！ねえ、はっ！黒パン。さあさあ。水鉄砲どのぐらい効くんかな。あ、うわぁ、ちょっと待って、これで効果抜群はきつい。よし、いや待て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 。まあ進行度も違いますからね、やっぱり。いやいやいや、やっぱ進行度も違いますから。これは舐めてもらっちゃ困るよ。このバトルは合ってないようなものですね。いや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 、エース戻れ。戻るんだ。いけ、錦肉壁か。違う、肉壁か。肉壁か。グローバー錦ねえ、もうやめて、錦いじれないで。これから竜になるんだから。これから竜になる。竜になるんだから錦。僕の肥やしとなった錦。おい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 。もう今すごい顔して見てるわ。この表。さあ誰が来るんや。次の肉壁カモン。肉壁じゃない、みんな仲間なんだ。お、シュバッと。なるほど。ちなみにさっき捕まえました。なるほどなるほど。この技まだね、わかんないよね、入ったばっかだからね。新入りなんでね、ちょっとやっぱ特性とかわかんない。そうだよね。ねえ、グローパンチさ、やっふー。あー、まあでも積ませてもらおうか。積むって何？え、このグローパンチ攻撃するために攻撃力が上がるんよ。そうなんだ。そう。え、待って、バトルって傷薬使えないの？あー、公式戦は無理だね。え、知らないそんなそうだね、通信だとね傷薬使えないんだよね。あ、そうなんだ。これに勝てるしか。これにかけるしか。やめてください。うわー、決まった。決まった。シュゴルバットにならないとダメだね、やっぱりね。いや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 、おい、もう姫とエースしか残ってね。お、姫って誰だっけ。姫まだ見てないかも。な姫です。な姫。な姫、誰が姫なんだ。どのポケモンだ。ムックルか。こいつが姫だ。な姫。いけんな姫。ムックルか。じゃあこんな可愛いポケモン相手にね、変えるか。そりゃね、グローパンチは。なんで変えるの。おい、なるほど、な姫ね。なな姫だよ。こんなね可愛いやつにさ、ムックルかわいいな。ちょっと待って、もう喋れねえ、ちょっと。え、グローパンチってうん特攻ですか。攻撃だね。ねえ、親出すのやめない。親出してくんの反則じゃない。ねえ、やだー。いきな。待って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 、こいつは、な姫は、うん、な姫は、飛行だから、ちょっと今見てるから飛行だから、電気、死んでる。岩、ない、オッケお、電光石火。なるほどね。
ねえ、親の気持ちがないのかそこに。他人だからね。今泣きながら喋ってるよ。ムックルとかは別のあの縄張りとぶつかると争いを始めるってポケモン図鑑に書いてたよ。でも一緒のチームだったかもしれないじゃん。まあね、どうだろうね。お、ポッチャマやる気に満ちてるね。そうだよ、やばい、おらポッチャーねえ、ひどいよ。まあ今回はフェアじゃないから、1分ぐらい待ってくれたっていいじゃん。フェアじゃないからね今回は。僕の方が進行してるからね。いやでもやっぱり負ける悔しさ知ったわ。そうだね、ここからなんかさ一匹交換しようよ。交換、うん、いや逆にその愛情イブそうね。いや愛情いっぱいに育てたね我が子をね送り出すかと思うとね涙が出てきますよ。なるほど。ね、どうしようかな。使ってないポケモンでもいいし。あ、ヤゴいるよ。ヤゴ。じゃあ僕もこれ送ろうかな。本当？うん。じゃあこれあげるわ。あ、いいね、ちょうどいいかも。え、ちょうど欲しかった。マジいいよ、あげるよ。え、待って、これイワークじゃね。そう、イワーク。え、おめえイワーク捕まえたの。イワークあげるよ。ありがとう。その子ね、性格が頑張り屋で、あのうるさい音が苦手っていう、すごいね、心優しい子だから優しくしてあげて。ほんとだ、うちのチームね。待って、男の子女の子。メスだね。あ、女の子ですか、大事にします。うちのパーティーはみんなね気性が荒くて、その子はパーティーに入れなかったんだよね。しかも全員メスなんでしょ。そっち一匹だけ男の子いる。あ、そうなんだ。そう、ほぼメスだ、ね、途中までね全員オスだったからな。あ、逆にね、うん、バイバーイ。バイバイ。やもすごい、すごいシナジーあるな。あるある。てか、あのなんか音にさやばいって、スバル大丈夫かな。結構デシベル数高めだけど。確かに、ね、公立子ってお前どんな気持ちで名付けたのこれ。おー、イスツブテ、ヤゴー来たわ。公立子ヤゴーレベル7、レベル7。移動速度時速80ってやばくない？これ新幹線ぐらいあるでしょ。そう、効率的だからね。なるほどね。うん、じゃあ帰るか。はあ、ということでね、第1回目の並走でしたけれども、え、普通におもろい。え、おもろいよね。おもろかった、めっちゃおもろかったわ。2回目3回目もね、タイミングが合えばやりたいですね。そうだね。とりあえず明日はスバルちゃんあれなんだよね、予定が合わないんだよね。そう、明日とね、明後日はね、ちょっとあれなんだよね、うんうん、収録入ってて放送できるか微妙なんよね。うん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 。じゃあ明日以降でどっか会ったり、まあ会わなかったらそのままね、殿堂入りの後に戦うみたいな感じでいいかな。ね、確かに確かに。ね。うんうんうん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、はい、でもね、チャンピオン終わった後には大体レベルも一緒だろうから。確かにそうだね。ね、どうなんだろうね、そこら辺は。楽しみだね。なんかでもこんなんでさ、うん、これ最初さ、なんかゆるい対戦しようよみたいな。うんうんうん、うん、なんかでもさ、ちょっとやっただけで結構負けたくなくない？いや、どうなんだろうな。今回はフェアじゃなかったからね。勝負であって勝負じゃないみたいなとこあったから。おい、もうエース泣いてるよ。そんなこと言われたら音が頑張る、ポッチャーって頑張る。どう、ポッチャマと和解できそうだった？え、できそう。なんか、うん、ポッチャマって可愛いだけだと思ってたんだけど、うん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 、え、なんかやっぱエースマジで、あのなんだっけ、張り手めっちゃ強いのね。はい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 、張り手覚えるの。なんか張り手っていうか、なんていうの、あのなんかビンタみたいなめっちゃ強くて。はいはいはい、いや、ポッチャマいいわってなった。ねえ、よかったね。強い、かっこいい、もうはたくはたく。やっぱ自分のパーティーにいると愛着湧くよね。え、湧く。どう、豪華ザルと、豪華ザルじゃないわ、あー、そうだね。すごい愛着湧いたかも。湧いたよね。なんかね、メスだし、すごい、あの、気性が荒いらしいのね、性格が。あ、そう。
メンタルケア大変じゃん。いやーね、で結構本番に弱いタイプだから、うん、結構ね大変なんじゃないかなこれから。やめじゃ、もうやだ、バトルなんか出ないっつってさ急にさ。いやもうそしたらね引きずってでもね出させるけどね。こっちはなかなかスパルタですからね。やばい。こっちなんかもう結構甘やかして育ててるからな。そうだよね。こっちはもう情とかないからね。情とかないの？ないよ。ないの？ないですよ。もう怖いよ将来。ビシバシやっていきますよ。ビシバシと。これからもね皆さんぜひ応援よろしくお願いします。はい、お願いします。みんなね概要欄にねおかゆのねチャンネルもね貼ってあるんでね、そこから飛んでてね、うん、これからも2人を見守ってください、うんうん、そうだね。すばるちゃんのチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ということでじゃあ今日終わりますか。はい、はい、終わりましょう。おつすばおかおかおかまたね。